なランナーの今夜もトップガナイトの聞きのリスナーの皆さん、またあるしね、MZ ステートの小松さん、こんばんは、今夜ランナーの野村です。先週、泉、3週間もいただきました。本当にすいませんでした。まあ、今週から、復帰させていただきますという旨をですね、先週のオンエアで留守番電話に残させていただいたんですけれども、言ってたよ。すいません、ちょっと仕事の都合でですね、4週連続ということになってしまいまして、本当に申し訳ないんですけれども、まあ、その分ですね、今回またこうやって留守電で残させていただきましたんで、オンエアの最後まで楽しんでいただけたらなと思うんですけど、こんな形になって申し訳ないです。すいませんけど、最後までよろしくお願いいたします。失礼いたします。すいません。は？何これ？嘘じゃおるわ。プリマダンナの今夜も嫁がないと。どうも、プリマダンナ河野です。プリマダンナ野村です。アシスタントの中島静香です。何やこれ。何で目の前にお前おって留守電聞かなあかんねん、なあ。びっくりしたやろ。いや、びっくりせえへんし。それは来てるよ、俺らは分かってるから。目の前におるし、ずっとどういうことかと思って。何やねんな。どうしたリスナー、泣いてるやん。泣いてないよ。泣いてないよ。感動でハマってんの、留守電に。久しぶりに帰ってきました。おかえりなさい。そう、3週ぶりですよ。そうですよ。3週だから、3週間前、はい、そう、3週間前に漫才劇場で僕の脚本演出のお芝居があって、そうよね。で、1人主人公の次に大事な役のやつが、前日の夜に、まあ、体調不良が分かって、はい、公演の前日で降板せざるを得ない、出られへんってなってんな。でも量も多いし、でまして、そっからこう演出つけて、この思った通りのお芝居やってもらおう思ったら、もう間に合わんと、新しい人入れられへんと、で急遽お休みいただいてっていうのが、あって、でその翌週が、NHK の、決勝があって、そうよね。それも僕もそれ休みましたけど、上方漫才コンテスト、ずるずるに、はい、で次の週に。ここ全然先週も何も話しなかったんですけど、はい、ここ話さないんですか。こういうのでしたよ。忘れてください。いいんですか。忘れてください。傷をえぐらないで。なんか諦めないで。もうちょっとこんな様子やったよみたいな。最初はこんな感じでとか。うーん、やめて。もう思い出したくもないな。もういい。いいんですか。メダカ師匠の動きやめて。手ブルブルさせるやつ。トップバッターで出てとか。トップバッターで出ただけ。空気感がこんな感じで。出たよ、出ただけやんな。コロナって言ってんのに、なんでそんな話聞いてくんねん。いつからお前はそんな風になっちまったんだ、ボラギノール。メダカ師匠やそれも。なんで私のこと。メダ新喜劇のくだりやらんでええねん。やめてください。まあ、NHK も出て、それで休んだ2週目やそれな。はい、先週が東京のお芝居だから、本来 NHK でその東京のお芝居はもう先だって決まってたから、そこはもう休めて、でイレギュラーでその前の週、結果3週お休みいただいて、2週空いちゃいますねみたいな話は私たちもね、聞いてたんですけど、本当に申し訳ないですけど、もうなんやったらほんまに今週ももう休んだろうかなって、何があるわけでもないんですけど、何の理由もなく体調も万全ですし、あかんかんかん、休み癖ついてる。丸1ヶ月やで、それやったら休んだろうかなと思ったんですけど、あかんよどう考えても。いや、で先週がだからその東京がね、はい、で、で、まあ、ほんまバタバタやったんですよ。3日本番があって、4、5、6とあって、で、もう3日から、前乗りして、でね、その稽古も、だから、うちのマネージャーと、その吉本新喜劇の佐藤太一郎さんの主催のお芝居で、インパルスの堤下さんゲストで、しずるの村上さん脚本でっていうのは、なかなか豪華な、すごい豪華なお芝居に呼んでいただいて。で、その太一郎さん側のマネージャーとすり合わせができてなくて、要は大阪の仕事がすごい入ってたんですよ。こっちで。こっちで。はい、まあ、だから本当やったら25日先月の、から太一郎さんと、その後輩のレイチェルっていうね、新喜劇のこれも、は、前乗りして、東京で稽古を重ねて、本番に臨むと。で、僕もほんまはその予定やったんですよ。が、ギリギリになって、どうなってますかみたいな。はいはいはい。いやいやいや、大阪の仕事残っ入ってますよみたいな。野村ね、劇場があったりするしな。ほんで結局、月末、先月末に、営業があって、夕方終わって、そのまま東京行って、夜までやっ
って、うん、で泊まってまた朝からやって、で昼に終わってそのまま大阪帰ってきてまた舞台みたいな、うん、があって、うん、で次行ったのがもう本番の前日だその3日なんですよ。で2回稽古も全然参加できてなくて、でその間もまただから大阪で仕事がずっと続いてて、はい、あんま寝れてなかったんですよ、うん、でまあ台本も覚えなあかんし、はい、できついなと思ってて、ほんで3日のその朝方ついて稽古、うん、あの吉本の東京本社でやって、うん、で一旦昼過ぎに切って夕方から実際恵比寿、東京の恵比寿のエコー劇場ってとこが本番やったんですけど、うん、そのまあ場当たりって言って、まあ、実際こういう動線で動きますねとか、はいはい、このセットでこういう遊びをしますねとかって確認作業を夕方の4時から、まあ、2時間ぐらいですかね、はい、まあ、7時前ぐらいまで結局しっかり、ね、やって、うん、で終わってまあまあみんな明日も本番あるし朝から今度は下熱って通しリハがあるから、うん、まあその準備でホテル戻って休んでくださいと、まあまあ飲みに行くじゃ飲みに行ってみたいな、で僕も飲みたいなと思ってたんですけど、なんかねもう下熱終わったあたりから寒気止まらんくて、で僕ただね大きい風邪を、3週間前のお芝居のもう1週間前ぐらい4週前ぐらいに、うん、どえらい熱出てたんで、はい、いやそれじゃないなと思って、風邪じゃないぞと、うん、怖いな、もうなんか寝てへんしこれもう疲労の、うん、から来るなんかなんやろなと思って、うん、でもお腹空いてるしどうしよう飯は食っといた方がいいよな思ってた、堤下さんが飲むちゃん飯行こうっつって、うん、で僕ラーメン好きで堤下さんも好きやから、うん、東京来たんだったらせっかくだからもうこれ行こうっつって、うん、めちゃめちゃうまいラーメン屋連れてってもうたんですけど、うん、もう二口目ぐらいからずっと気持ち悪くて、濃いのやって、いつもやったらもう喜んでくれてんのに入らへんけど、もう堤下さんの手前食わなあかん思ってバレへんようにえずきながら食って、無理しちゃうタイプ、怖いねそれ、うん、出て、でそれがね、代々木ってとこでホテルが渋谷やったんですよ、うん、で電車ですぐなんですけど、まあまああの代々木駅のすぐ近くのラーメン屋さんやったから僕電車で帰りますってなってたら、うん、堤下さんがもうこんなとこであの置いてくの忍びないから、うん、もうホテルまで送ってってやるよっつって車で、うん、それもその時ほんまにありがた迷惑で、え優しい、一刻も早く吐きたいからそっか、その堤下さんの前ではね吐かれへんから、ね、俺は代々木駅で吐く腹積もりで店出てるから、おーおーおー、計画立ててた、いやもうええってと思って我慢できへん、そっか10分15分ぐらい堤下さんの車で、で堤下さんずっとあんな感じやからめっちゃ明るくて、はい、ずっと喋りはるんですよ、でそれも返事せなあかんし、うん、気持ち悪いな思って、でなんかホテルの場所もなんかややこしいとこ でそれもなんか事前にナビ入れてもうた住所が実はちゃうかった、ホテル問い合わせしたら、なんだよもうみたいな迂回して余計時間もかかって、でやっとこそホテル着いて部屋チェックインして上がった途端にも吐いて、うわ全部出て、あのありがとうございますお食事中の方、あごめんなさい、ごめんなさい、なんでそこ間違えよ ね全部出て、でまあでも全然すっきりしないんですよ、寒気もまだが倍から来て、でフロント電話して頼ますって体温計ありますかって、で持ってきてくれはって、まあすごいいいホテルで氷のみたいなのも一緒に持ってきてくれて、で熱測ると38度中頃ぐらいまであって、あこれはやばいぞ明日本番やのにもうとにかく寝よう思って寝たんですよ、で朝方起きて熱は引いてたんですよ、市販の解熱剤飲んでたんで、ただしんどすぎてもうとりあえず病院や思って調べたら渋谷のそのホテルの近くの新南口の中にわりかし小切れな、いややな向こう行って病院行くの嫌やな、慣れへん途中で病院探して行って、まあ朝一やったんで、まあ、そんな並ばずスーッと入れたんですけど、まあ本当にちょっとなんていうんですかね、キリッとした男前な、ちょっと雰囲気のある先生で若いでその人が「じゃあ横になってください」って言って、で触診お腹ねバーッと触っていくんですよ、で僕が事前に書いたなんかアンケートみたいなのあるじゃないですか、問診票バーッて見て「ああこれ急性膵炎ですね」って言われて、え急性膵炎ってなんか僕全然分かってなかったんですけど、まあ言うたら膵臓のなんか炎症がどうで、まあ言うたらお酒が原因でなることがすごい多いと、でまあその最初のアンケートに「毎日飲んでます」と、で量も書いてたから、あそうなんかと思って、まあ、ほんまに飲んでるしな普段、で痛いしとにかく、うわで「どうしたらいいんですか?」って言って、うん「いやまあとりあえずお酒はもう断ってください」と、はい、
わかりましたっつって、で絶対安静ですって言われて、いやあのね仕事で僕大阪から来てて、あのでその役がお芝居のね、うん、もう元気印の役なんですよ。未来から来た二十歳ぐらいの男の子の設定で、設定がずっと声どなもう張って、はい、うわーって走り回ったりするような役やったから、ちょっと僕それで安静は無理なんですよ。安静の逆を行く。言うたら。あの腹膜炎って言ってなんか、うん、もうそれも分かんないですけど破裂というかしたらもう取り返しがつかへん、ほんまに死につながる怖いことになるんですよって説明されて、いやもうやめてやと思ってて、うん、いやでももう仕事なんで仕方ないんですよ、僕は医者として言いましたからねみたいな感じで言われて、怖い、思った、あとはお前の責任やと、でとりあえず薬処方されて、なんか痛み止めももらったんですよ、で、うん、もう胃の一番に飲みたかったのに痛み止めは飲まないでくださいと、それ何かっていうと腹膜炎ってパーンなった時に、うん、痛みがぼやけると、うんうんうん、痛み止め飲んでた、うん、分からへん、大事に至ってるかどうか、うんうん、激痛が走ったらすぐ見てもらう、その発見が遅れる可能性があるので、うんうんうん、まあ、ただ今日は、まあ、あの通院してもらって初日なんで、うん、まあ、一旦飲んでもらって大丈夫ですみたいな、うん、もう近所の蕎麦屋でもうとぼとぼ歩いてもう真っ白になって、うん、俺死ぬかもせんのと思いながら、その日が公演ですよね、はい、そばすすって、はい、薬だけ飲んで、でまた一旦ホテル戻ってそっからリハーサル、でも入った時のそのドーンとしてたらあかんから、先輩らばっかなんで、うん、まあ、元気なふりというか、うん、なんともないですよの感じで、それこそもう穴開けられへんもんね、 その前の野村が代演したことと一緒やけど、うん、でリハももうずっと痛いですよ、激痛で昼過ぎ終わって、昼前終わって、で昼過ぎに、みんな食事行くんですけど、そこも僕行けず、もう食事も制限してくれ言われてるから、うん、コンビニでおにぎり2個とスープ春雨だけ買うて、で本番迎えてずっとしんどいですよ、うん、で帰ってみんな飲みに行ってる、うん、僕だけホテル直帰して、うん、またおにぎり2個スープ春雨薬飲んで、うん、を3日続けたんですよ456、うん、で6日の終わりにもうきついんですよ、堤下さんぐらいなんですよね、ちょっとふくよかな体型で、そういう役柄なんもあるんですけど、スーツ着て走り回ったりするんで、うわ熱込めて喋る役やから汗すごいですよね、やっぱ堤下さん、その横で何でもないはずの僕が油汗ブワーッと倍からかいてて、あのもうだんだん演者さんに伏せてたんですよ、佐藤太一郎さんと、マネージャーさんで舞台監督、うん、だけに言ってたんですけど、うん、まあ、やっぱ偉いもんでね、3日もいてたらどんどん話も広がって、まあ、そうだな、わかるよ、でのむちゃん大丈夫かって、うん、村上さんとかすごい心配してくれて、うん、でもう3日目終わってさすがに打ち上げ顔だけは出したいな、でも飲まれへんのはちゃうしな思って、うん、でいろいろその間もネットで調べてたら、急性膵炎ってあのまず普通は即入院ですみたいな記事をな、結果見る、じゃあ俺やばいな、こんな仕事してる場合ちゃうやん、うん、で触診だけってのがなくて採血して調べる、あ俺ちょっと大きい病院行こう思って行ったんですよ、日赤病院、うん、だもう救急やから夜も10時回ってて芝居終わった後なんで、うん、でそっから先生にいろいろ説明して触診したら、急性膵炎じゃないと思いますよって言われて、え、急性膵炎だとこの辺りが痛いんですけど野村さんここが痛いんですよねみたいな、うん、位置が全然違 う、うん、それは僕も調べてて思ってたんですけど、急性膵炎の痛むとされてる背中とか、うん、膵臓のあるなんか下腹部のなんか左側とかそんな全然痛くなくて、右側脇腹が痛くて、あそうなんです、ちょっと一回ホッとはしたものの、うん、でここが痛いってことはつって、ちょっとエコー見ていいですかって言われて、また怖なるじゃないですか、うん、じゃあなんやねんと、そう、うん、エコーの機械持ってきて、あのジェル塗ってあの、うん、プリッつってジェル塗って、ジェルの出す時の音ええわ、あやって、うん、あなるほどそうか、ちょっとじゃあ採血しましょうかってそこも何も言うてくれないんですよ、何何何ってやって、で採血取って、で救急やし、うん、夜中やから、まあ、人もまあ多いんですよ、うん、1時間ぐらい待って、うん、ずっと怖いなんか変な規制あげるおばあちゃんとかも来てるんですよ、また来たんみたいな言われてるおばあちゃんと隣座ってずっとんで呼ばれて、結論から言いますね、急性膵炎じゃないですっ
って言われて、はい、で、あのこれ血液の、まあ、いろんな数値なんですけど、膵炎だったらここの数値が上がるんですけど正常です、うん、で、肝臓かなとも思ったんですけど肝数値もすごい正常なんですよ、うん、え先生これ何なんですか、まず誤診ですねって言われて、うわ、多分膵炎の患者さんを見たことがある熟練の先生がたまに触診だけで、これそうだって断定しちゃうときあるんですよ。問診票にもアルコール毎日飲んでるって書いてたし、うん、で、ってなってて、でじゃあこれこ痛い、ずっと痛いのは何なんですか、はい、あの処方箋さっき見せてもらったんですけど、まず急性膵炎だとしてもこれ飲むのおかしいぐらい効き目ない薬しかもらってないんですね、うん、野村さんって。で痛み止め飲んだでしょって、飲みました、あれが腸の動きを止めるっていう効果もあるんですね、うん、はい、もう結果3日間大便秘やったんですよ。大便秘、膵臓が破裂するかもっていう痛みとプレッシャーで僕は頑張ってるつもりやったんですけど、うん、大量のうんこを抱えて僕飛び跳ねてたんですよ。何それ、何やねんな、もう何なんですか、辛すぎるやろ。いやもう最悪やん、ただ3日お酒だっただけ最悪やん。いやこえそ最初は何なん、最初はだって気分悪なって入ったわけでしょ。最初はだから多分疲れ、普通に寝てないし飯ちゃんと食ってないしの疲れもうから疲労から薬飲んだことによって便秘なり、誤診やし、うん、その当てずっぽな薬で、うん、そのしかも飲むなよって脅された痛み止めが、うん、腸の動きを止めて、腸の動き止められてる、もうそのか細いおにぎり2個とスープ春雨がずっと俺の腹に溜まってって便秘の油汗やったってこと、ね、主人の、そういやほんまに痛いねんで、切り込むような痛さと鈍痛と繰り返して汗止まらんし最悪やん、死ぬかも分かりますよって。まあ、そっちは結果ちゃうかったけど、この3日間、まあね、俺はもう死んでもええと、うん、病は気から的なことで、ほんまに舞台の上で死んでもみたいな感じの気ですよ、ね、もうプロやねんから、これやりきらんとって、うん、そこだけでやってたの めっちゃそのよぎるんちゃん、私は医者として言いましたよが、だからもうすごい響いてた、うん、医者として言いましたよが間違ってたけど、うん、いや最悪やん、めっちゃオープニング心配させますね。いやほんまここまでそれを十何分間、そうやびっくりしました。結果大丈夫やねんな、結果全然大丈夫。今は毎日飲んでる帰ってきてから便秘の方は会長出てんねんな、もう今、うん、大丈夫やねんな。あのほんで白い便が出たら、ごめんなさいねこんな話なんか、うん、白い便が出たらでも危険信号やと思ってくださいって言われたんですよ、はい、日赤病院で、うんうん、それは本当に異常の時なんでって言われて、うん、そんなことよりいやちゃうかったんやって解放感で、すぐ打ち上げ会場電話して、うん、すいません言うて、こうこうこうで言うて、最初はみんな僕が強がってると思って、いやこんなこんなこんなみたいになってて、いや違うんですって説明してみんな笑って、うん、ほんな今すぐ来いよっつって、もう1軒目終わって帰ろうってなってたんだけど、ノム、うん、ちゃん来るならやるよっつって堤下さんが、うん、知り合いのバー押さえてくれて、うん、でここ飯うまいからノムちゃん食え食ってないの3日間っつって出てきたら、あのフォアグラのリゾット、その病み上がりで食う感じで全然ない、濃いな、まあまあうまい、めっちゃうまい、ええやつやん。で食って、でまあその日朝まで飲んで、その始発で大阪帰ってきて、で用足してたら出たんですよ、白い便。うわっと思って、うん、言うてた白い、あええー、思って、写真調べて白い便で検索かけて画像出てきた、もう全く同じようなんですよ、うわー思って、はい、でこうなってピルクル飲んだら夜には色戻ってました。もう何なんですか、もう心配を重ねないんでください。何やねん、じゃあその白い便はフォアグラか、フォアグラが出たってことか、リゾットと同じ色してた、急にびっくりした。これやめてください、もうやめて、これもうダメですよ、もう時間もないし、はい、時間です、時間ですから、はい、コーナーの説明言ってくださいちょっとどんな終わり方やねん、自分言うだけ言うとって3週ぶりに帰ってきて心配させてただの便秘やったということですから今日キャッチアドリームとあのパブもあるんで、ちょっともうこの辺りコーナーの説明結果も今日は元気にお届けします、ちゃんちゃんってことでいいやね、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ今日のメッセージテーマどうするんですか、はい、白い便やめて、いや誰が送ってくるの、もう言わない、もう言わない、もう結構回数超えてますから、誤解とか間違い、病院での不安になったこと、病院エピソードにしましょうか。あでもね、最近やからこそ起きる、うん、あのミスがね、うん、あったんですけど、あの待ち合いで待ってる時に、うん、野村周平さんって呼ばれて、あ
若手俳優さんねいてはるじゃないですか、うん、ちょっとあのなんかようこういう間違いがね、うん、あるとは聞いてたけど自分にも怒んねんなと思ってみんなチラッと見たじゃん、呼ばれちゃった、そうそう、ほんまに救急のなんかみんな食ったりしてるくせにちょっとだけみんなこうそう名前が似てるからな、翔平やけどな、翔平さんですけどね。で心配になったこととかにしましょうか、ちょっと不安になったり、うん、そうですね、最近の心配事、心配になったこと、うん、しましょう、お待ちしています、はい、さあコーナーもご紹介していきましょう、はい、1位を決めないとは3人で自分が思う1位をプレゼンし合います、うん、1位を決めてほしいテーマを送ってきてください、はい、ラジオドラマナイト久々に今日やりますですね、はいはい、リスナーさんからお題を募集しまして、うん、野村さんがラジオドラマを1本書きますので、うん、ドラマにしてほしいお題を送ってください、はい、今日のお題は紳士さんからいただきました、はい、ヒッチハイクで東京までです、お楽しみに、うん、3週前にいただいてたやつですよね、これね、はい、そうなんです、はい、エソラごと罰ゲーム実験しないとパニックはエソラごとのような罰ゲームを思いつきで発表して、うん、なんとかそれを再現してみよう、実験してみようというコーナーです、はい、エソラごとの思いつき罰ゲームを送ってください、うん、今日やる罰ゲームはマニアさんの案の、はい、ゴムゴムの実を食べる、うん、ワンピースの、ね、と先週ご出演いただきました吉田たちさんの要素、はい、双子を掛け合わせた罰ゲームです、うんうん、どうなってるんでしょうか、はい、そしてエロく聞こえてしまうフレーズ縛りしりとり、このコーナーではエロくないはずなのにエロく聞こえてしまうフレーズ縛りでしりとりをしています、うん、はい、オーナイトギナイトリナイトは大喜利コーナーです、うん、毎回リスナーさんから答えを募集します、うん、今日のお題は友達の家のカレンダーに書いてあった、うん、まさかな予定とは、うんうんうん、です。送ってきてください、はい、私と、河野さんがですねそれぞれ一番面白いと思う勝負カードをリスナーさんの回答から選びまして、はい、野村さんの大喜利と対決しようというコーナーです、はい、未来の奥さんにこれ言ってもらわないと、うん、野村さんが毎回妄想のシチュエーションを考えてそのお芝居をします。最後に野村さんが言ってほしい一言を人妻の私中地が言うという久々のコーナーです。そうですね、これもね、はい、はい、ワンステップビューティーではラジオでカットモデルをしてくれる方を大募集中です、はい、カットでイメチェン大変身したいという方、うん、年齢性別問いません、カットカラーパーマすべて無料ですのでお気軽にご応募ください、はい、番組のホームページもぜひご覧ください、うん、そして番組に投稿してくださった方には抽選で番組ステッカーをプレゼントしています、はい、今日のメッセージ、うん、テーマは心配事ということでエピソードお待ちしています、うん、いや河野助ちゃんなくなってるやんよかった、今気づきました、残ってんのかな思って東京行ってる間にいやいやそれだけ気がかり、東京行ってる間あったんですけどね、あったよ、この野村がおらん時やってたんで、うん、ただリスナーさんからのメールが2通しか届いてないということでなくなりました ね多分でも河野助ちゃんやってるやろなっていう時間に佐藤隊長さんが甘噛みしてたから関係ないよ関係ないよそれは、だから河野助ちゃんに帰ってきてほしいっていうリスナーさんまたメール送ってきてください、はい、それが何通かたまれば復活もありえるということだけ一応言うときます、一応言うときますね、はい、メールアドレス言いましょうか、じゃあ、はい、それ送ってくるかな、専用アドレス作るか、いいですいいですいいですから魔法のアイランド作れるいいですもういいですよメールアドレス言います danna@kbs.kyoto、はい、danna@kbs.kyoto です、はい、ファックスの方は 075-431-2300、うん、はい、075-431-2300 までお願いします。お願いします。お待ちしています。はい。それでは、うん、1曲お届けしましょう。レイチェル・プラッテン。どこ撮ってんの？ファイトソング。On the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion.プリマダンナの今夜も突がないとメッセージお待ちしています。メールアドレスは danna@kbs.kyoto danna@kbs.kyoto です。キャッチアドリーム
言えた久しぶりに久々に久しぶりにやっぱり言うもんですね。キャッチュアドリームです、ね、さあキャッチュアドリーム、このコーナーは通信制単位制の京都筑波開成高等学校の提供でお送りします、はい、自分の夢や興味関心のあるところに全力を出しながら通信制単位制で勉強する生徒さんと日頃より接しておられる先生方にご出演いただきお話を伺っていきます、はい、さあ今日来てくださいましたのは、うん、プロのミュージシャンとして活躍されています、はい、秋人さん、はい、さらにこの春筑波を卒業した葉山遥さん、うん、新3年生の高村美月さんと、うんはいはい、教員の山下由里恵先生です。もうええわ山下先生 いっぱい来てください。毎回ほぼ毎回毎週来ますよ。いいじゃないですか。何ぼほどかけますよ。皆さんよろしくお願いします。いろんな部活の顧問をされてる、ね、結構来てくれますから、はい、もういろんなことにも首突っ込んでるんで、もうこの辺でください。今日はイベントのお知らせということで、はい、梅小路フェス Do You 京都が開催されるということで、うん、早速ですが、はいはい、秋人さん、はい、いろいろ教えてください、はい、そうですね、はい、まあ、今年で2回目になるんですけども、はい、まあ、第1回目は3月同じように15年にやらさせていただいたんですが、はい、3月の26日と27日ですね、梅小路公園で、はい、うん、まあ、桜の、まあ、開花宣言が25日と聞いてますけども、あ、そうですね、まあ、もうじき桜は咲くんではないかなと思うんですが、はい、この Do You 京都という言葉は皆さんご存知ですか。私は以前秋人さん来てくださった時にいろいろお伺いしましたが、うん、ね、はあ、よくお会いしますもんね。よくプリマの2人は知ってますか。ちょっとわからないじゃないですかね。で、あのね、はい、環境にいいことしてますかって言ったら、もう京都に議定書があるんですけども、はい、そこから生まれた言葉なんですけども、はい、まあ、もう今年11年目になるんですけど、はい、その言葉で、はい、まあ、言えば環境にいいことしてますかということをテーマにですね、はい、まずイベントをしましょうということで、はい、まあ、要は前橋を持ってきたりとか、掃除をしたりとか、なるほど、でそういうことのイベントで、はい、まあ、今回今年のテーマは地球へのマナーということで、はい、でいろいろみんなやっぱりマナーについて考えましょうということで、はい、始めた、フェスという京都でございます、はい、地球に対するマナーって、うん、なんかこう言われてみないと意識しないかもしれないですね。そうですね、まあ、そうなんですね。で、まあ、いろいろ、まあ、出し物としてはですね、はい、僕らもミュージシャンなんでね、最初に、はい、いつも5月にやってる、これがもう9回目にあるんですけど、はい、丸山野外音楽堂の方で、はい、岡本真代さんとか来てもらって、5月29日に、ライブはやってるんですけども、はい、普段それもライブやったらお金払って見に来るだけで、はい、環境音楽の人、音楽が好きな人だけのためなんですけども、はい、今回は、いわば音楽好きだけじゃなくて、はい、ペットも好きな方にも来ていただこうということで、はい、エコワンマルシェっていうのもあるんですね、はい、でエコワンマルシェということで、例えば散歩のマナーとか今ちょっと、問題になってますよね。飼い主の方がね、そうなんですよ、そのまま置いていったりとか、そうなんですよ。ほんでね、例えば、うんちの処理はしても、うん、例えばビニール入れてそのまま入れたから、うん、そのままコンビニのゴミ箱に捨ててしまうとか、そのマナー悪いじゃないですか、はいはい、でやっぱりそういううんちとかは家に持って帰ってもらおうとか、人やっぱり犬のせいじゃなくて人のせいじゃないですか、はいはい、でやっぱりまあそのゴミでも落ちてて、僕らね、筑波の生徒たちもですね、掃除するんですよ。ほんでちゃんとデュー京都で筑波インデュー京都っていうのもありまして、でその中でお掃除してる中でやっぱ落ちしてんのはタバコの吸い殻とか、空き缶であったりとか、そういうことはやっぱりそれって人が捨てるもんであったりするので、はいはい、まあ、そういうことを、まあ、マナーっていうのをと、うん、ちょっと考えてみましょうという2日間でございますんで、はい、でもライブもあってペットも一緒に、まあ、来るんですかね、ペットたちも。あのね、僕も今回は初めてなんですけど、はい、やっぱりね、飼い主さんっていうのはこういうイベントがね、はい、やっぱり犬同士っていうのはやっぱり自慢したいじゃないですか。うちのワンちゃん可愛いよ、ね、そうなんですよ。ほんでこの梅小路公園でもちょっとなかなかマナーのね、その芝生の中ではね、うん、犬が放し飼いもできなくて、はい、でまあそういうことで、まあ後々ね、いずれかそういうふうにできたらいいなということで、うん、散歩はさすんですけども、うん、やっぱりそういう交流をもっと深めるためにも、皆さんそのマナーと一緒に、そういう交流を図っていただこうということで、犬にも来てもらおうということになっております、うん、そしてまあコンサートとしてダイヤモンドゆかりさんに、来ていただいてですね、すまあ最近ちょっとマナーのこととか、はい、まあ、双子の赤ちゃんができてですね、はい、まあ、そういうことに対して関心を持たれてるので、はい、いろいろお話もしてもらったり、ミニコンサートがあったり、はい、まあ、2日間盛りだくさんのイベントなので、そして筑波の生徒たちも歌を歌うということでね、はい、で葉山さんちょっとじゃあぜひ何を歌う、はい、葉山さんが歌を歌う、
はい、歌を歌うんですか。えその本番を歌う、歌う、ね、秋人さんのペースから、はい、まさか自分に来る飛んでくると思わなかったそんなこと自分ばっかり喋ってたんだけど、ちょっと秋人さんの耳心地が良かったんでずっと聞いてたから、やっぱりメインは生徒なので、前もさ、はい、当日歌を歌われるんですか。当日歌いますね、はい、それはあの筑波でもう卒業されてますけれども、はい、あの音楽を習っていたりしたんですか。そうですね、芸能コースっていうのがありまして、そこに所属させてもらってたんです、はい、でその時にあの ボイストレーニングっていう授業を取ってたりとかはしましたね、うん、でもじゃあ結構大勢の前で歌うことになるんじゃないですか。そうですね、私はだいぶ慣れてきたよね。もうなんかその外でもボーカルとか習わせてもらってて、そのライブとかも出てるので、まあ、人前でしゃあの歌うことには抵抗はないんですけど、経験は積んでいらっしゃるんですね。卒業されてからもちょこちょこそライブとかには出られてるという。そう、 そうですね、なるほど。先週、先週ですけど、あ、そうか、卒業した、そうか、そうか、卒業したところや、そうか、そうか、次の日にライブやったんですよ、卒業式の。そうなんですね。新3年生になる高村光希さんも来てくださっています。高村くんは、はい、ボランティアスタッフとして参加させていただいて、主にあの受付だったりとか、それからのゆるキャラも来てくれるんですけど、その誘導だったりとかしつつ、はい、お仕事させてもらいます。こういったイベントには絶対に欠かせないボランティアスタッフですよね。そうなんですよね、あのやっぱり出る人っていうのはね、そういう人に支えられて、やっぱりステージがうまいこといっていくので、光希くんなんかいるとね、もう今もちょっと一番いい仕切り屋でございますから、ね、頑張ってるんですね、はい、頑張ってます。生徒会副会長もやっております。ほんまに優しそうやね。ほんまにいい子って、そのすごいにじみ出てますよね。楽しみですか、当日。はい、個人的にも実はあの住居と参加させていただくの初めてなので、すごい楽しみにしてます、それは環境に関心があったりとかっていう、環境問題に関心があったりしたんですか。そうですね、結構ボランティアとかいろいろやらさせてもらってるんですけど、その中で山下先生の方から住居棟について教えてもらって、あ、じゃあこういう活動があるんだって思って、それでやってみようって思って参加させてもらいました。もう自分からね、ガンガンこう聞きに来てくれるんですよ、先生何かないですかみたいな感じで、なのでもうすごいこう、育てがいのあるというか、はい、いいですよね、はい、でまたこの、まあ、環境なので、まあ、ボトルキャップを集めて、まあ、昔はちょっとワクチンとかになるっていうことになってたじゃないですか、はいはいはい、で我々住居棟ではですね、まあ、そのボトルキャップを集めていただければ、このその森のフォレストっていうところに、募金をしましょうということになりまして、で、まあ、今宇治であったりとか日吉であったりとか、そこの山とかの、まあ、育樹、まあ、今年育樹祭っていうのが日吉の方でもあったりもするんですけど、そこのまあ協力もさせていただきたいなということでやっております。つながってるわけですね。ボランティアしたいけど何していいかわからん人でも、まあ、ここに行ってみたら、そうなんです、教えてもらえるっていう。で例えばあの服とかありますよね、いらない服とかどうしてます。プリマザーの人とか、まあ、今はなんかたまにオークション出したりとか、ね、そりゃそうですよね、人気あったら売れますもんね。いやそんなことないですけどね。こいつの方が価値はないんですか。どっちの方があるんですか。全然ないですよ。後輩にあげたり、やっぱり欲しがったりするんですよね。で、まあ、例えばもういらなくなったっていうのは、例えばその服はね燃やさずにリサイクルっていうので、まあ、古着をですね、今回ちょっと集める山本ホールディングさんっていう、まあ、その清掃会社の方が協力してくださってですね、まあ、そこでそういうものを持ってきてもらってですね、あの皆さんに、まあ、いわばリサイクルしてもらって、そこでもちょっとプレゼントもらえるので、ぜひあのちょっともうこれ春物でも、もう次冬着ないなっていうセーターとかを、ね、ぜひここにも持ってきていただければ、うん、ね、そうですよ、いいかなと思いますので、よろしくお願いします、ね、はい、ありがとうございます、楽しみですね、ではあの山下先生、筑波のお知らせもお願いします。はい、はい、筑波のお知らせとしましては、明日学校説明会があります。予約などは特に必要ありませんので、興味のある方はお越しください、はい、見学なども随時受け付けておりますので、学校にいつでも、電話をかけてきてください、あと梅小路フェス土曜京都についてですと、3月末の土日ですね、26日、はい、27日2日間にわたって開催されます、で筑波の生徒は
ステージ出演で、まあ、さっき葉山遥さん歌うって言ったんですけれども、他にも出演する生徒たくさんいまして、例えば吹奏楽部の子たちが、2日目のオープニングをちょっとやらせていただいたり、あと、声劇部、あの声だけで劇をする、まあ、声優コースの子たちが多いんですけれども、そういう子たちが、台本かん自分たちで考えて発表させていただいたり、で、あとちょっとジェーズ部の子たち、はい、ジェーズ部の子たちも、まあ私が顧問なんですけれども、はい、あの今年の子たちすごく勢いがありまして、文化祭でもこう展示作品を準備するのとステージ発表とダブルで頑張ったりしたんですけれども、ダンスにすごく力を入れているので、梅小路フェス出てみる？興味ある？って話をしたらこう食いついてきましてね、はい、今回初出演させていただきます、でそれから、まあ、ボランティアスタッフとしては現時点でもすでに30人以上集まっていて、みんなでこうお手伝いさせていただきます、はい、なんかできることを一生懸命やってるっていう感じがまたいいですね。ありがとうございます、はい、私も楽しみにしてます、イベント、はい、全力出るからね。先生も、ね、先生も表に出入ります。さすがです、もう山下先生さすがです、うん、では最後に明人さん一言お願いします。はい、ですね、まあ、3月、26、27日、もうこの時はもう桜が咲いてるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、皆さんも多分晴れると信じておりますので、はい、筑波の生徒たちも歌いますし踊ります、はい、喋りますし、お掃除もしてますし、はい、皆さんよかったらその、優勝ですね、はい、ミニ梅小路公園まで来ていただきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。通信制単位制の京都筑波開成高等学校はキャッチーワドリームをスローガンに高校生を応援します。天変入学希望者や高校の中途退学者は随時入学が可能です。京都筑波開成高等学校は JR 京都駅から徒歩8分のところにあります。お問い合わせの番号は075-371-0020 075-371-0020 までどうぞ。今日の出演はプロミュージシャンの明人さん、そして葉山遥さん、高村美月さん、山下ゆりえ先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。プリマダンナの今夜も突眼ライト、 KBS 京都からお送りしています。そんな言うなよ CM 中に。どうしたんですか。何、俺高校生やねんからそうしゃあないやんか。どうしたんですか。確かにちょっと美月くんのジャケット大きかったけど。言うてないよ俺言うてない。あれ多分成長期があるから、お母さんが多分大きめでこうとき言うて、何も言うてない。そんなこと言うてないと思いますけど、大きかったけどちょっと家顔の彼でしたね。めっちゃいい子やったな。じゃあああいう子がジャニーズ行ってほしいよ。ほんまや、かっこよかったよな。ほんでそのボランティアのことも考えてるとかさ、そうそうそう、すごいよ。あんなこんねんな、ね、矢野にジャケットとか、ね、俺言うてないジャケットのこと、やめてるよ。気にもなってないしな俺そう言うてないで続いてはですね、あの電話をつなぎしてまた、はい、ある方にお話をお伺いしたいと思います。これでもう3週目そんなトーンで呼ぶ人ちゃうやろいやもう3週目ですからね4週目になるんですね。4週目か、はい、4回目ですか。車のことならの CM でおなじみの平安大人さんから、はい、今日はですね取締役営業部長の藤本さんに電話をつないでお話をお伺いしたいと思います、はい、藤本さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。藤本と申します。お願いします。藤本さん今日もやってくださるということなんですけれども、うん、あの平安さんって言うとは覚えない平安大人さんこちらには情報が入ってきてるんですけど、そうなんですよ。ちょっとあの CM の、いいですか。あれですか。お願いします。はい、車のことなら平安をと。ありがとうございます。初めまして野村初めて野村さん初めてです、はい、もう、はい、野村が休んでる間にこっちがレギュラーになってきてるから、はい、なるほど。平安音さんがなってるので、うん、はい、あの平安音さんといえばこの CM でお聞きなじみのある方も多いと思います、はい、京都市南区にある国産車と輸入車の新車中古車販売店ですが、はい、あの2月の末からこの番組では3週にわたって、うん、車の新しい乗り方というお話をしてくださいました、新車を月々定額で乗ることができるという個人リースについてお話いただいてるんですが、これが便利なんです。車のリースですか。ありがとうございます。そうなんですよ。
まずですね、もうこの番組を聞いていただいてて、うん、もう知ってるでって言われる方もおられるかもしれないんですけどね、はい、まだ聞いていただいてない方に、改めて、はい、車の新しい乗り方個人リースについてちょっと今日はご説明させてもらいたいな、うん、野村君初めてなんで、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まずですね、皆さんね、お車購入されるときなんですけども、うん、どんなことをお考えになられます？うん、どんなこと考えます？シガーソケットちゃんとついてるかな。シガーソケット大事ですよね。大事、大事。まずそこか。いや、値段のこととか、お支払いのね、購入者とやっぱローンだったりとか、もちろんね、お支払いのこともね、お考えられる。もうもちろんお車のこともね、大事なん、大事というか、もうお車のことがメインなんですけども、うん、やっぱりね、購入者とのローンのお支払いのことを考えると思うんですよ、うん、そうですね、はい、大きなお買い物ですからね、うん、はい、ね、はい、それにですね、他にまた税金、自動車税があったり、はい、はい、任意保険があったり、で車検も来ますよね、うん、でローン以外にいろいろと、お車っていうのはやっぱり経費がかかってくるものなんです、うん、本当にそうですよね、うん、維持費が大変、はい、はい、でまあ、そういうことになると逆に言うたら、まあ、マイカーやめた方がええんかなっていうような話にもなるパターンもあるんですけども、確かに、はい、本日はですね、そこでお勧めしたいのが平安オートの個人リースなんです、うん、来ました、はい、個人リース、はい、で、個人リースと言いますのは月々定額で車両代金、お車の代金、はい、でオプション、登録費用、うん、税金、で任意保険、うん、で、強制賠償保険などですね、うんうんうん、でまたそれにプラスですね、はい、車検代とかオイル交換とか、うん、もう絶対かかるやろっていうメンテナンスサービスが全て込み込みになった大変お得な商品なんです。これは便利なんですよ、本当にね、便利なんですよ、はい、でしかも頭金もゼロからスタートできますんで、うん、さあ車買おうって、もう次の日に買っていただくこともできると。そっか、資金を準備しなくていいと。平安オートさんが別に捨て鉢になってるってことではなく、あ、もう全然大丈夫、大丈夫大丈夫、そんなちゃんとしたシステムなんですよね。大丈夫らしいです、それは商売させてもらいます。そんなことあるんですか。だからそう、ややこしい計算しなくていいってことですもんね。そうです、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 そうなんです。そうなってくると、で定額、はい、月々定額で、うん、お得に乗れるとなると、うん、なんかこう欲しい車をちょっと妥協して中古車選ぶとかっていうよりかは、はい、本当に自分が乗りたい、そう、新車に乗ることができる。ポイントは新車なんですよね。そうです、ポイントはね、まずこれ新車なんですよ、はい、で中古車も当社のもちろん大事な取り扱い商品でございますし、はい、中古車のご選択っていうのももちろん選択としてはあると思うんですけども、うん、ポイントはやっぱり新車で定額で、他のコストを考えなくていいっていうのがポイントになってくると思うんです。いや、これ3週私連続で聞かせてもらっていて、はい、うん、この、お話の後に大体皆さんと、うん、いや、もう具体的にいくらなんだって気になり始めてたんですよね。そうなんですよ、 CM 中にいつも言ってたんですよ。結局いくらから乗れるのかっていうね、どのぐらい乗れるんかなというのも気になるところですよね、うんうん、そうですね、例えばなんですけども、はい、今もうすごくご好評いただいてます、うん、ダイハツさんのウェイク、はい、でグレードでいうと L の SA っていうグレードであれば、はい、月々9504円の72回払いからでお乗りいただきます。月々9504円の72回払い、はい、6年間だから乗れるってことね。そうそうそう、月々1万で、はい、もう月々1万円。え、思ってた以上に安いですよね。安い、これ安いっすよ、うん、そうなんです。で全部込みでしょ、言うたら全部込みです。これだから車代のローンだけじゃないってことですもんね。車代のローンだけじゃないです。いや、その言ってた税金とか携帯電話料金ぐらいじゃないですか。そうなんです、そうなんです、すごい、そうなんですよ。車種は選べるんですか？車種は選べます。お好きな車種選んでいただけます。一部取り扱いじゃないものもあるんですけども、はい、もう基本的に国産車であれば、はい、選んでいただけますよ。ちょっとますます魅力的になりましたね。思ってた以上に安かったんでびっくりしてますけど、はい、そうなんですよ。だからね、ダイハツさんのタントであるとか、はい、鈴木さんのアルトであるとか、うん、もちろんトヨタさんのクラウンであるとか、うん、もうどんなメーカーのお車でもラインナップさせてもらってますんで、すごい、はい、ちょっと待ってください。これだけ盛りだくさんの特典なんでしょ、うん、はい、月々の値段お高いんじゃないですか。いやいや、もう言うてましたよ。さっきめっちゃ笑ってはるわ。なんでその通販のノリもっしゃ、何笑いとってよっしゃでしたら聞いた後に言わんからさ。まあリース期
間がね、さっき72回払い、例えばウェイクの LSA ってくれて、ね、ありましたけど、ね、終わってからはどうなるんですか。そうなんですよね、皆さんそこも疑問に思われることやと思うんですけども、はい、リース期間満了時にはですね、まずお乗り換え、今のお車ご返却いただいてお乗り換えいただく、ないしはもうあの車乗らなくなったんで車両を返したい、うん、ご返却で、ないしは今乗ってる車が結構気に入ってるし、もう買い取ってしまいたいっていう買い取りの3パターンの中からお選びいただけるようになってます、うんうん、その時のね、もうライフスタイルに合わせてあのご選択いただいたらいいと思うんです。これ嬉しいですよね。いや、めっちゃいいと思いますよ。家族増えたからちょっと大きい何人乗りのとかっていう風な感じで変えられる、変えられますもんね、はい、もちろんね、気に入ったら買い取りもできる、これ本当に新しい車の乗り方。安いな、1万円も切るっていうのはすごいですね。なんか今時って感じがしますよね、ね、このシステムが。やっぱね、マイカー離れみたいなのもすごいありますけどね、うん、僕ら若い20代とかだと免許取ってもなかなか手届かん存在というか、そうですよね、レンタカーじゃ不便だしっていう感じですけども、ね、レンタカーはレンタカーでいいんですけどね、うん、はい、やっぱり自分の車を持っていただくと ね、お家にあるという、あのライフスタイルだいぶガラッと変わると思うんで、うん、はい、楽しくなるとは思うんです。藤本さんの人柄がいいですよね。僕やったら絶対レンタカーの悪口今言ってましたもん。いや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 、言わないやろ。レンタカーも絶対こっちですよっていうところはやっぱ藤本さん、レンタカーも良さがありつつ、そうそうそう、それはそれでもお互いのさあるけど、まあ、心魅力的なのはね、なとこ数立ちますから気にしてはる。それはそうですよね。もうあの、うん、ね、もうあの仲間いっぱいいますんで、はい、でもこんなシステム欲しかったって人は本当にたくさんいらっしゃると思います。新車で始める込み込み定額生活ということですから、はい、ぜひ気になった方は平安オートさんにご相談してみてください、うん、平安オートさんのお店ですが、京都市南区吉祥院にあります。電話番号は 075-661-2572 075-661-2572 です。今日は平安オートさんから取締役営業部長の藤本さんにお話を伺いました。藤本さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。プリマダンの今夜も突がないと KBS 京都からお送りしています。さあ、メッセージが届いています。ご紹介しましょう、はい、今日のテーマはですね、心配事ということですけども、まずは大阪府ラジオネームひなこさんからいただきました、野村さん、コンさん、中井さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。野村さん、お帰りなさい、待ってました。はい。え、冷た今度わーっとね、盛り上がってくださいよ、帰ってきたで。あ、いい感じ、そういう感じ、はい、やめて。はい。私の心配事ですが、最近夜寝れないことです、うん、いつも布団に入っても 3,4 時間寝られません。おう。バイトで疲れてぐったりしてても寝られません、朝寝てお昼に起きます。今は春休みで授業がないためお昼に起きても大丈夫なのですが、4月からちゃんと夜に寝て朝起きて授業に行けるかすごく心配です。皆さんはなかなか寝つけないとき何をしていますか、と。ずっと布団の中で 3,4 時間寝られへん状態。3,4 時間長いですね。いや、しんどいよな。 寝なあかんのに寝られへんときが一番しんどいな、はい、次の日早いとかやったら、うん、私もでも寝つき悪いタイプですね。あ、そう。はい。僕まだマシな方かな。でもとりあえずもう目つぶってじっとするしかないかなって思うんだけど、 なんか頭の中空っぽにするといいって言いますけど、ね、うん、目つぶってるだけでも疲れ取れるって聞いたことあるけどな。あ、そうなんですか。あれ嘘やで、よう言うけど嘘やん。取れた感あるか。あれいつもその言葉を信じて目だけつぶるけど、ほんまただつぶってるだけやもんな。ずっとなんかもう、いや、あるんちゃう、まあ、近々して夜更かししてるようなイメージですね。ね、僕寝れないですね。寝れない。だってかといってさ、目開けてその YouTube 見てもうたりとかしたらさ、もう止まらんくなるし、ね、余計寝れんくなんねんな。チカチカしたもの見たらダメって言いますからね。ブルーライトあかんですしね。で、僕とかタバコとかも一回吸うとなると1時間半覚醒してまうんすて。で、結局ループで、はい、そうそう、余計寝れんくなるな。ダメですね。多分知らんだけでそういうのいっぱいあるし、うん、あれはホットで、あ、合います、蒸気で合いますか。はいはいはい、あんなんとか言えちゃうの。あれって言いますよね。ね、目の疲れも取れて、はい、目もつぶれん、自然に。いや、でも、うん、それでスッと寝れても、うん、なんか飛び起きて、うん、あー遅刻やっつって大声張り上げて時計見たら1時間しか経ってないみたいなが毎日ですね、僕は。しんど。みんな眠り浅いですね。全然寝れてないやん。で、参考な意見が、そうや、参考になる意見が出ないんですけど、でも目をつぶってとにかく、ね、しかないんやろな。音楽聴いたら寝られへんしな。また
とストレッチするとかもいいらしいですけど。ああ、ストレッチね、確かに僕も。違う違う、ストレッチやお前ちょっと何言ってるんですか。お前確かに寝れるけど寝れる、確かに言わない。寝れるなと思って女の人もそんなんやって嬉しくなったんです。ストレッチって言ったんです。体を伸びな、伸びしたりな、まあ、すいません、リラックスすることや。女の人も一緒なんやって嬉しくなったんです。まあ、お前3週間何しとったやおい、久々に帰ってきてね、ストレッチって聞こえて、久々に帰ってきて便秘とその言葉言うて、お前は何よ。一番寝れますよね。やめてください。一番寝れますよでも気をつけないといけませんね。睡眠大事ですからね、うん、そうね、確かに、まあ、学校始まったら余計な、うん、ちゃんとサイクルが変わるから。あ、はい、で今そのサイクル乱れてるから余計寝つき悪くなってるかもしれんけどな、うんうんうん、そうかもしれないです、うん、そう習慣やから、やっぱり習慣、うん、そうそうそう。河野さんスカーンと寝てそうですね。いや、いっぱい寝すぎた時とかの方が次の日やっぱ気持ち悪かったりするのな。ちゃんとほんまに毎日何時間って決めて寝るのがほんま一番いいと思う。あ、いいですね、うん、規則正しい生活ということ。あ、そう、うん、あとはね、もう映画、おう、もう絞って、うん、もう自分が大泣きできる映画、あ、もう泣き疲れで寝れる。泣くとね、そうなんですか、うん、泣き疲れる、あーっつって、そのまま気持ちよく寝れる。次の日目晴れそうですけど、2時間ぐらい見なあかんやん。稲子さんメッセージありがとうございます。何やお前、よかれで言うてんちゃうんか。これ喧嘩しない。はい、第2部は午後7時30分からお送りします。あの1位を決めないとは、はい、今日はあの第2部の方でお送りしようかなと、対決しようかなと思っていますので、よろしくお願いします、はい、お願いします。今日のメッセージテーマ、心配事、心配してしまったことなどもお待ちしていますので、送ってきてください。よろしくお願いします。第1部一旦ここまでです。はい、さよなら。さよなら。ほいたら。LINE の調子が悪い。ざるい。緊急になんか連絡取らないといけないことあります？お母さんに今日晩ご飯何作ってもらうかまだ言えてない。リクエストしてるんですか？いや、聞かれたんでね、なんか食べたいもあるって言われて、はい、野菜ってだけ送ったんですけど、それが一向に届いてない。いや、本当に曖昧なリクエストですね。そうそう、で、まあ、毎週聞いてるんで、あの、多分今ここで、あ、翔平野菜やねんなってなってると思うんで。 OK ってなってるってことですか？はい、ちょっとあのお母ちゃんすいません、今日野菜を中心としたご飯でお願いします。健康的ですね。いや、もうね、やっぱもう仕事がね、立て込んでると、はい、うん、劇場で寝泊まりしてとか、はい、まあ、家帰ってももう朝方帰って、うん、で風呂だけ入って仮眠取ってもすぐ出てとか、うん、もうずっとそんな感じなんで、よくないですね。だからね、あんま家ご飯を食べれてなくて、でやっと帰れるタイミングとかで、親父が日曜休み取って飲みに行こうみたいな、はい、だお酒がね結局入っちゃって、ちゃんとしたご飯を食べれないまんまやったりするん で、うん、で昨日もあの居酒屋さん、あのちょっと先輩と飲ませていただいて、はい、で2軒はしごして、うん、最後のお店がよくてね、飯もうまいですけど、あのお父さんお母さん2人でやってるので、はい、ちょっとこじんまりした、うん、でボブ・ディランのね、あのアナログがね飾ってあって、芸人やってるのって知ってくれてて、はい、サイン書いてくれってお父さんが、そんな喋り方で、ちょっとサイン書いてあってくれって、誰かに似てる。で、あ、全然いいですよって、どんなんかなー言うて、そのボブ・ディランのジャケット持ってきて、僕ボブ・ディランのジャケットの思いっきりサイン書いて、えらいもんでね。ダメでしょ。いや、ほんまにね、僕は言うたぞ、俺、じゃあお父さんこんな名盤に僕は書けないです、はい、いや、でももうここしかないから言われて書いたんですけどね、えらいもんでね、あのかっこよくなってました、僕のサインなあ、このプリマダンナの今夜も嫁がないと。こんばんは、プリマダンナ河野野村です。明日の中島静香です。ちょっと早い、もうタイトめに行こう。もうオープニング押してるから一部で。いや、なあ河野言うてオープニングスタートするのやめてな。タイミングなんか言おう思ったらスタートしてるから、タイミングが、すごいとこにサインしたよな、だからほんまに。そうそうそう。いや、でもやっぱりね、飲み屋が、知らん飲み屋はまだまだあるな思って。いや、いっぱいあるやろそら。ほんまに、まあ、でも確かに難波近辺ね、劇場近くはなんか結構行き尽くした感もあるかもしれんけど。で、俺はでもな、 あんま節操なんか入られへんから。あ、もう決まってるな、もう、っていうかな、なんかな、新しいもん試すにしても、もう外観で結構、あ、もうここないとかって自分の中であったら絶対いかんから。まあ、入ってみたらわからんところはな、確かにあるんでしょうね。あんねやろうけど。そうですよね。そうそう。中井さん
んとどこで飲まれるんですか？私も南が多いです、はい。まあ、家がねそっちの辺もね。一人で行かれます？一人で行くことはあまりないです、ね、俺もないな、なんかこう絶対ないわ。俺知り合いと行ってそこの人たちと仲良くなってからだったら大丈夫ですけど、だから全然あり得る話なんですけど、飲み屋に一人でいらしてる女性を、ね、見かけるともう勝手にいろいろ想像しちゃって。あ、どんな想像？ストーリーをどういう気持ちで至るまでのまだね、例えばそういうこと今中谷さんおっしゃってたみたいな、はい、お店のお父ちゃんお母ちゃんとわーって喋るタイプの人にはあんまそれを思わないんですよ、うんうん、黙々といるね。でもたまにたまにお調子とかさ入れて、はい、日本酒なんか飲みながらちょっとつついて、ほんで軽食でお母さんお会いそうみたいなつぶやいてさーって帰っていく人見たら、何ってなるの。まあ、幸せ使ってたのか、まだ男女お好きなのか。でもよう言うじゃないですか、 なかなか一人でご飯行かれへんみたいな女でしょ、うんうんうん、あれがね僕らにない感覚やから、うん、で牛丼屋さんとかもよう言うやん。だから牛丼屋に一人で来てる女性を見るとちょっとはんってなる。そしてそ の想像しちゃう、ちょっと工場っぽいというかさ、作業着っぽい服着て、かっこんでる人見た時に素敵やな。まあいらっしゃるよな。でもな、それは仕事休憩でしょ、それ合間にな。いいなと思うね。まあ、お時間もなんかパッと食べようかなっていう日とかは牛丼食べたりするん違う？夜行バスであのサービスエリアとか泊まってて、でっかいトラックブワー並んでて降りてきたらね、ちょっとあの昔はやんちゃしてたけどみたいなとか、お姉さんがこうファッとトラックから降りてきたら、うん、子供の写真とかちょっと貼ってんねやろなとか。想像しすごい想像するな。そんないろんな人を見て観察がすごいですね。ですね、はい、いやでっていう人から、ね、かけ離れてるわけですよ自分の人生と。その人は、はい、相まみえることも多分ないわけじゃないですか、うん、そんな人とねどうなったらこのエッチな感じになるのかな。それかい。そっち？お前3週間何してたんや。そうですよ、久々に帰ってきて。おい、なんやお前。今日一部から何言ってるんですか。ひどいぞ。なあ。はい。お前。何してるんですか。言うとくけど、3週間も休んですいませんでしたみたいな挨拶、はい、言ってへんからな。いやあかんでそれ。いや本番前に行こう思ってんけど、なんか結構バタバタして、伊藤ディレクターが大体始まる前にな、声かけてくれるやん、うん、目標なんか20秒前ですみたいな。いや早かった、確かに確かにギリギリやったよ。ええ、はい、ってなって俺もギリギリまで LINE 調子悪いな思って携帯触ってたから、その20秒前ですの前にあって入ったしな、あ20秒前ですって、もう完全に伊藤にも忘れてたやろって。で許しちゃうのが普通やったらね、やっぱりちょっともうちょっと早言ってくださいよとかってね、なりそうなもんやねんけど、はい、あ20秒前です、へへへってこの許しちゃう、こうのもそっちタイプなんですけど、なんか怒れない、別に怒る気ないですけど、いやこの人はもうずっとこれでいきはんねん。先輩とのこう付き合い方とかもな。俺がだって伊藤さんのとこで20秒前ですって言われたら、もう多分空気めちゃめちゃ悪くなってお前早言えやとけやそんなことはないです。いやこれ人なんですって結局。ちょうどいい、そのまああのメッセージテーマとは違うんですけど質問が来てましてね、はい、メッセージテーマと違うんやったらダメです。なんでなおい、いいじゃないですか。いや今の話の流れにちょうどいい感じの来てんのよ、はい、ダメです。なんでいいやんか。流れで滋賀県ラジオネームトカゲのおかげさんからいただきました、はい、トカゲのおかげさんね、皆さんこんばんは、こんばんは、いつも楽しく聞いております。皆さんに質問なんですが、はい、皆さんの敬語からタメ口に変わるタイミングっていつですか。僕は年上には敬語って思ってたのですが、この前僕の後輩は僕の先輩にいきなりタメ口で話してたのを見て、僕の考え方がもう古いんかなと思いました、うん、確かに初対面の人と仲良くなるにはタメ口が近道なんですかね。プリマナンドのお二人は上下関係の厳しい芸能界で生きておられるのでよくご存知かと思います。よかったら教えてください。ちなみに僕は29歳です。長々とすいませんと。4文字長かった。長くないよ。長くないです。全然いいですよ。いいです。今ちょうど、ね、そのタメ口敬語の変え方、僕はね、うん、あの基本ずっと敬語で言っといて、うん、楽なんはね、うん、もうタメ口でいきましょうって向こうから言ってきた時に、あそうしましょうか、いや、うん、それも敬語ですやん、
ハハハハ、痛い痛い痛いみたいな、これが一番そんなに鼻よじれるほど笑う、これ一番楽っちゃ楽なんですけど、みんながみんなそうはならないじゃないですか。ならへんよ。だからもう極力ね、もうちょっと年も30手前になってきて、ある程度はもうあの年聞いてキャリア聞いて、同じ業界の人やったらね、あ社なんすねから、で向こうも上って分かってくれてるから、そのねやっぱこの一応先輩というか目上の人っていう対応を変え張る感じないなっていうのを前提で、なんとなくちょっとずつ、マネージャーとかそうですし、田淵くんです。でもだから飲みに行って、飲みに行くまではお店一緒に行って、あちょっと混んでるらしいんで、あの10分15分ちょっと別のお店近くあるんで、そこで飲んでから行きましょうかみたいなんからちょっと飲んで、ほんでその2軒目移ったぐらいからもうタメ口で、あ自分出資そこなんやみたいな、そうもうお酒やね、お酒が入ると、ね、確かにそれは大きいかもしれんな、ギュッと距離感縮まるっていうのはな、そうですよね、確かに縮まりますね。河野とかだからファジーネーブルしか飲まれへんやん。いや俺そんな飲まへんよ、その可愛いお酒しか飲まないことないから。どうしてんのその敬語とか。いや飲む、普通に生ビールも飲むし、もうずっとでも基本誰に基本でも関しても敬語やもんな、敬語ですね基本的には。いやのに、俺にタメ口よな。そりゃそうやろ。それはそうや。相方同期後輩、これはまあタメ口やけど、まあ芸人って分かりやすいやん。もう先輩には絶対敬語、同期以下はタメ口でいい。でも関係者の人とかでその芸歴の歴の差があったら、そこはでも全部俺は敬語やね。作家さんも敬語やし、後輩のまあ人によるかもしれないけど、ほぼ後輩でも敬語で言っちゃうな。いやでもね、なんか例えばじゃあちょっと無理を言いたい時とか。敬語の距離感とタメ口の距離感って違ったりとかね、で周りのつまり僕だからよく勘違いされやすいから、タメ口で言ってると周りは敬語で言ってる人にちゃんとね関係性あってなんですけど、まあ先輩にはないけどタメ口使ってると野村なんなみたいなね、だほんま言うと河野が一番いいんですけど、僕は人付き合いとしてねタメ口でええやないかと、ベッド。そう かけてないから、かけことじゃないから、タメ口おわ敬語じゃないから、これ でもだから、徐々にね、変えるようにしてるんですけど、まあもね、伊藤さんとかは年もあれやし、なんですけど、もうずっと敬語で、敬語やね、行こうと。っていうのは、もうこのラジオで少々無茶なことを言っても、まあね、ちゃんと普段敬語使ってたら、こいつ許すんちゃうかな。それ言うてもさ、こいつ言うてるし、ほんと。そうやな。こいつとか言うてるし。タメ口どころの騒ぎちゃうやんか。こいつ多分許しよんぞ。こいつ許しよんぞっていうのを。いや、そんなことないですよ。そう。電波にちゃんと乗っけてるから、今も。聞こえてますからね、ちゃんと。はい。まあ、仲良くなる一つだ。まあ、上下関係はな、あるけども、ちょっとこう。古くはないと思うんですけどね。そう、全然それは必要よ。絶対必要だから。はい。親しき仲にもみたいなね。はい、そうですね。ですよね。ありがとうございます。オープニング伸びてカンペ読まない。カンペを書いた意味なくなるでしょ。もう伊藤に喋るでしょ。そうなったら。そうや。見て伝わるように書いてくれてんねんこれ。下手やね。俺これ、ね。行くかコーナー。はい。第二部にちょっと先延ばししていた。そうなんです。1位を決めないとやりましょうよ。ね。せっかくいただいてますしね、テーマもね、はい、今日も、じゃあ今から1位を決めないと始めたいと思います。はい、1位を何してんねん。恥ずかしいやろ。あ、恥ずかしい。恥ずかしい。何なんだ。1位を。その後にお前が決めないとでコーナースタートするから。野村さん言わなダメですよ。なんでそんな恥ずかしめんだよ俺を。え、じゃあもう仕切り直しましょう。行きますよ。はい、このさん。1位を。今のはもう一回やんの分かっててんから、もうちょっと乗せた1位をで言わなあかんやん。あ、ダメだし。いやいや、今のはさらっと、もうないぐらいの感じで1位をって、なんかちょっと流れとった。本当に始めましょう。今のは込み込みで絶対にどっち転んでもええように強めに、とかもうウキウキした感じで、1位をって言ってて、だからっていけるとこやのに、ちょっとダメ出しはどうですか。感情が乗って全然あかん。ごめんなさい。いきます。次ほんまに始めます。お願いします。1位を
かん。それはそれで変な。もう始まってしまいました。始まった、もう強制変な一位をでしたけどね。いや乗せすぎたかな。一位を決めないとです。はい、このコーナーはリスナーさんからいただいた一位を決めてほしいテーマについて3人でプレゼンし合うコーナーです、うん、はい、3人が思いをぶつけ合って一位を決めますので、うん、リスナーさんはぜひ一位を決めてほしいというお題を送ってきてください。はい、これがねいつもここでやり合ってね、うん、でなんかちょっとグレー判定で終わって、うん、僕が勝ってるはずやのにみたいなんでね、持ち帰って悶々として、うん、でリスナーの人も1位を決めてほしいからお題送ってくれてるわけでしょ。はい、ありがとうございます。おか1位を決めてもらったおかげで私あれにしましたとか、そういう声もなくやってるこのコーナーはどうなんや。いやどうしたのよ。その後の反応知りたいってことだから今日なんかのテーマはうってつけやと思うんですよ、うん、そうですね、今日のテーマ今後に活かしてほしい、はい、実際そうするのかどうかっていうのをね聞かせてほしいです、うん、ラジオネームマルリさん、女性の方からの、お題です、うん、新生活を始めるときに最初に買うもの、うん、はい、まずこれ必要やろうみたいな。新生活を始めるときに、はい、今のはオンエア乗ってますよ。そうですね。ガッチャンっていう音。ガッチャン。ラジオドラマが始まるときの音ですよね今の。今の気にしないでください。はい、今のはスルーしましょう、はい。新生活を始めるときに初めに買うもの。はい。うん、だからまあこれ、ね、これこれ。これ欲しかったですね。ゴングですね。だからまあその部屋はあると、はい、いうことですね。だからもう入居する。うん、状態なので状態、うん、中は何もない、でも物が何もない、まずじゃあ何買いますかっていうことでいいよね、はい、うん、マンスリーレオパレスよね。でその場所は関係ない別に。どこで家具は揃ってて、家具揃ってない、え、家具揃ってないよ、それやめましょう、それダメですよ、はい、家具揃ってないよね、だから何もない部屋だけがある状態、部屋だけがある状態、何から買いますかってことやろ。西日は差してる、間取りは任せるわ。いや、まあ、そうですね、それは任せる、はい、だってその、うん、場合によるから、西日差してるでいいよ別に。西日そうやって変わってくるんだ、でも雰囲気とかさ、変わってくるんだ、ね、そうやって動く時間帯とかもよるじゃないですか、うん、朝から入って、うん、よしじゃあもう今日一日で買ってこっかっていうのと、うん、なんだかんだ夕方ぐらいに鍵私入って、うん、ここに住むんかっていうのとで全然動き出しが違うやんか。いやもうとりあえず普通に昼間に入ったでいいわ、部屋に入りました、とりあえずやったマロリーの気持ちに応えられてんのちゃうんかい。じゃあもう押しとんねん。マロリーの気持ちはこのコーナーがこの時間に来てる時点でも押しとんねん。大押し見て OK って書いてる書いてるけど、じゃあ行くで、俺はもう決めました。スチールラックな、違う違う違う、冷蔵庫とか言うんでしょ、そんな後半の方で。冷蔵庫も違う。違います。違う。俺はほんまにいろいろ考えた上で、はい、ドライヤー。いや、もうドライヤーは、こねすぎ。絶対にいる。ほんまに。いや、冷蔵庫、あ、まあ、まあ、さっき言っていいじゃん、俺。はい、潰してまうかもしれんけど、みんなの意見を。全然いい。冷蔵庫とかはなくていいやん、はい、別に最悪コンビニで買うて、うん、パッと食べてそれは処理できるし、うん、その保存する必要がなければいいわけですよ冷蔵庫はね、うんうん、ただドライヤーはやっぱないと風邪ひくで、そう寝られへんね、やっぱり、女性特に、お風呂、お風呂はあるやんか、お風呂ついてるお風呂上がりさ、はい、ずっとタオルだけで乾かせるかって言ったら限度あるやんか。私あの2ヶ月住み込みでラジオの仕事した時はドライヤーなかったですけど、うん、2ヶ月風邪ひいたよ。全然40日間夏ぶっ通しで働きました。ひいたひいた、それ夏やろ。はい、夏やもん。ひいてない。これ冬設定はなかったやんね。そうです。今やもん。今だからこういうことが起きんために俺は最初に確認してんのやろ。西日の確認を。今日やん、今日送ってきてくれてんねんから。そういうもんじゃないんですよ、もっと大事なものがあります。じゃあ何を中心。冷蔵庫確かにいらない、うん、洗濯機もまあコインランドだったらそうやね、あんねん。布団ですよ。布団、布団ないと申されてるやん。何やねん、布団ないと寝れないでしょ。その布団あり、床に寝ます。布団ありな。え、布団ありってどういうことですか。そうか、布団はええのか。いやだってお前が敷いてんやん、その布団敷く前にお前がルールを敷いてんねん。そうです、何もない部屋って言い出したから、はい、何もないんですよ、うん、お前はだからあれやろ、あの、はい、おじいちゃんの硬いさ、うん、なんかあのゴザみたいな枕と一緒でドライヤーを誰、俺ドライヤーに寝るとは言ってないしかないやん、だって寝よう思うと。いや俺もう髪乾かした方がええ、寝るんやったら。いやタオルでバーってしますから。髪乾かした方がええ、タオルでバーってやって、なんとなく、しかも河野さんなんかも絶対すぐ乾くタイプでしょ。絶対髪乾かす方がええ、 寝んで髪乾かせるんだったら。いや絶対に、起こして一発目なんかまあ、あとあと友達泊まりに来たら使えるし、うん、エッカーでとりあえずドンキ行って布団や。ほら、え、野村は何、野村さんも布団、僕はちゃいますよ。でも何ですか、片手鍋。
いらんわ。片手鍋はもう。いらんやろ、鍋は。コーヒー飲むにも。ガスコンロ買わなダメじゃないですか。いやいやいや。ついてるタイプですか。ついてるタイプ。そのガスコンロないとか、どうぞ、さっき言うといてや。まあ、それはついてるでええわ。ガスコンロは。ガスコンロはついてるでええけど、片手鍋はいらん。片手鍋いるって、コーヒーも飲むし。贅沢やんか、もうその本の時点で。そうですよ。最低限やで。ラーメンも食わなあかんやん。いや、それ食うけど。もうコンビニで、ね。凍ったらええやん、コンビニ、缶コーヒーで売ってるやんか。で、枕にもできるやん。できへんやん。買ったい買ったい。硬いやつね。なあ、でけへんと思ったな。じゃあドライヤーもできへんやんか。で俺ドライヤー枕にするって言ってないもん。ドライヤーはいらないですよ。髪乾かすって。いや、もう、ワシャワシャシャってやったら乾きますよ。風邪ひくって。ちょっとぐらい乾いてなくても寝ますよ。布団ありな。いや、布団なかったら寝れないですからね。布団しかないやん。でもお前が敷いたルールのせいで、うん、もう布団しかないやん。これ分かってるな。聞いてる人もそうだった。布団や、布団以外何いんねんって。布団か。そうやな。そうでしょ。寝んねやろ。だってまずやな、うん、1位、私1位もういい。いや、もう布団やん。いいですか。布団やな。じゃあ、はい、判定は中地。ありがとうございます。布団か、忘れてたわ。なんで忘れるんですか。いいよ、オンタイム戻ってきたよ。いや、そういう問題じゃないんですよ。そうなったら布団か、はい、いや布団やろ。これ参考になるんですかね、マルリさん。うん、絶対ちゃうけどな。お前がどういうルールやってよかったんだよ、これ。これどういうルールならよかったんですか。いや、ちょっとだから気の利いた、うん、あ、それ先こうといた方が後々楽やなとか。基本は全部揃った上で、ある程度のもんは揃ったと。だから、その必需品や家電だなんだ、それで言うと湯沸かし、何ティファールとかやわ。あ、うん、瞬間湯、ケトル、瞬間湯沸かし、ティファールやわ。瞬間湯沸かし器や。瞬間違和感式、うん、全然答え違ってきますやん。いや、そんな俺の片手鍋にも寄ってきてるやんか。本当や、必要性としては。まあ、そうだったらな。はい、私は布団かな。うん、いや、これはお前が悪い。これはもうルールや。お前が悪い、ほんまに。ルールやな、これは。調子乗って最初になんか、はい、いやー言い出して、で、その自分で首絞めて、うん、ドライヤー。しゃ。何言ってんの。終わりましょうか、今日はここの辺で。むずいな、マルリさん。マルリさんが、マルリさん、もうちょっと詳細に書いてきてほしいな。マルリのせいにしてる。ひどい。だから、そのだってマルリさんのせいじゃない。何を決めてほしいか、こう的確じゃないやん、今。いやいや、 なんかこう、ほら、何か新生活始めるときに、なんか最初に買うものなんやろって気になったんやと思うんですよ。そのままのメールを送ってくださったんですよ、うん、優しくないよね。優しくする必要あります、河野さんに。うん、もうちょっとこう、ね、なんかそうやな。いやいや、もうリスナーの皆さん、河野さんに優しくする必要はもう全然ないですから。これからも。そうだね、普通に。こっちのそのルールの僕の敷き方が悪かったってことだよね。うん、いや、もうそれしかない、ルールがな、うん、それでも言うてね、僕がルール敷いた時に修正してねってことですか。そう、私らが、うん、あの時はみんなで一緒に行こうって言ってたやん。言ってたかな。なんで裏切んの、みんな。お前がそれ言い出した時点でもう布団しかないやんってなってたもん。俺でその時に言ってほしい、そうなったら布団になるよと、このルール改善しようと。そのみんなでこうやっぱ会議して、しっかりみんなで。お前が結果伸ばしてるやん、言わないと。よし、今日の1位を決めないとはここまでです。はい、また1位を決めてほしいテーマ募集しています。布団や、またまずみんな布団買おう。送ってきてください。分かった、よろしくお願いします。お願いします。以上、1位を決めないとのコーナーでした。はい、そう。お寿司のことで頭いっぱいのやつが来ますよ。マグロ、卵、サバ、イクラ、はあ、食べたいな、お腹空いてるな、お寿司握ってくれる人いないかな、食べた。おい、 KBS を聞いてるみんな、ここからプリマナンダの今夜も嫁がないとだ。 KBS 京都からお送りしています。どどどんぐりどどどどどんぐり、お好み焼きでも鉄板焼きでもほんまに美味しいどんぐり、どんぐり。
ララジオドラマナイト、お好み焼きでも鉄板焼きでも本当に美味しいどんぐり。どんぐりやるやん。いや、ちゃうやつ、待ってよ。ラジオドラマで統一してくださいよ。お好みとか関係ない、鉄板焼きとかラジオドラマには。今日何も関係ないのに。そう、前半よかったね。はい、ラジオドラマのとこはちゃんと言ってるけど。ちょっとパロディにしてるのかな、みたいな。後半完全どんぐりやから。持っていかれてるという。それぐらい耳に残る、ね、とてもいいメロディーです、いつもありがとうございます、はいはい、ラジオドラマナイトです、はい、このコーナーでは毎回ラジオドラマをします。リスナーさんからいただいたお題で僕が台本を書いてきますので、うん、僕この中井さん、伊藤ディレクターと、4人で入ってないよ。伊藤 D 入ってけへんよラジオドラマのとこって言ってますけど、なんでの音出してくれたりいろいろ、それはね、もうスタッフみんな4人目のメンバーやから。いや、それはそうやんけど、ビートルズの5人目のメンバーみたいな言い方。そうだ、ね、ここで演じるってややこしになるからな。今日のお題ははい、はい、シーシさんからいただきました。やめろその言い方。ヒッチハイクで東京まで、うん、お待たせしました。そうですね、これもだからもう去年ぐらいですか、もらった。違うよ、3週前や。3週間空きましたけど、うん、ここでやるってことね。はい、はい、さあどんな内容になってるんでしょうか、うん、はい、では参りましょう。ヒッチハイクで東京まで、ラジオドラマスタートです。それは嫁がナイトの放送が終わった後だった。お疲れ様でした。あれ、今日は早いんですね。いや、そうなんですよ。奥さんとデートですか。いやいや、仕事なんすよ。え、今からですか。はい、東京に。大変ですね、もう新幹線もないのに。え、ピンの仕事。いや、何言うてんねん、お前もやで。は？え、明日って休みやろ。いや、危な。え、休みと思ってたん。ほら、もうそろそろ行かんと間に合わへんで。え、東京どうすんの。いや、ヒッチハイクに決まってるやん。は？あ、もしもし、お疲れ様です、河野です。あ、田淵さん、あのヒッチハイクで今から向かいますんで。え、今のってマネージャーの田淵くん。うん、そうや。ヒッチハイク前に電話してって言われてたやん。いや、メール見てないの。え、何これ、そんなはずないや。野村さん、大丈夫ですか。今何が起こってるのかわからない。交通費が自腹でってことはよくあるが、ヒッチハイクなんて聞いたことがない。そこで僕はある仮説を立てた。夢、そう、これは夢に違いないのだと。ちょっと何するんですか。いや、夢なんで。私既婚者ですよ。はい、でも夢なんで。もうとりあえず揉むのやめてください。くそ、夢やのに。何してんねん、ほんまに遅刻するで、行くで。ちょっと河野さんまでどこ触ってるんですか。どうやら夢で間違いないらしい。 KBS を出るエレベーターに乗るとき、中地さんが追いかけてきて思いっきり蹴られたが全然大丈夫だ。とりあえず車乗せてもらったけど、どこまで行けるんかな。あ、すいません、どちらまで乗せてもらえますか。あ、ありがとうございます、東京までやって。うわ、都合ええな、夢やな。なんなんそれ、俺もう寝るな。いや、キャンピングカーに声かけてよかった。夢やな。気づいたら夢の中で僕も寝落ちて朝になっていた。車の方の渋谷に着いたよの声で目が覚める。もうすぐやな。何でもええねんけどさ、今日何の仕事なん。いや、渋谷無限大ホールで若手のイベント、大型連休で午前中から活動してるやん。おー、リアルやね。ほんで新幹線のチケットも事前に取れんくてヒッチハイクになったやんか。はいはい。あ、見えてきた。もうそろそろ起きるかな。いや、起きてるやん。いた。天井低いな。うわ、今の絶対痛いわ。いや、それがそこまで痛、あれ、めっちゃ痛い。そら痛いやろ、降りるで。すいません、お世話になりました、おはようございます。え、なんでこんなに痛い。おかしいな、寒。それは東京まだ寒いよ。いや、ちゃうやん、寒いはずないやん。何言うてんの、昨日から。もう行くで。もしもし、それはマネージャーからの電話だった。中地さんの事務所から連絡があり、提訴されるというのだ。そう、これは夢でも何でもなかった。たまたま偶然に偶然が重なって起きた。普段じゃありえないスケジュールで仕事を組まれ、考えられない交通手段を敷かれ、夢かうつつかわからないでいた僕は罪を犯した。ただ誰が一番怖いって、夢かを確認する僕に便乗して中地さんを触っていた河野だ。
俺最低やんけ。まあ、危ないやつ。俺なんやねんおい。お前やめてくださいよ。触らへんよ。絶対裁判勝ちますから。最低やん俺な。便乗して触るって。俺はまだわかるからな。夢やと思ってるからやろ、うん。理由があるもんな。そうですね。今や思って俺触ってるってことやろ。これやったらバレへん思って。怖いやつやな。いやするわけないやろ。いや今回なんかちょっとリアルなそれぞれ本人役という。そうね。初めての形やな。夢じゃないオチ。夢じゃないオチ、うん。だけじゃない定人。それ言いたいだけじゃない。関係ないよ全然。それ関係ない。いや面白いですね。まさかのヒッチハイク、我々がヒッチハイクするというね、はい、ことやったよね、うん、東京まで東京まで行ってくれるっていうね、うん、でも吉本やったらほんまに怒りえそうなそうやな、うん、ゼロじゃないギリギリゼロじゃない、うん、ゼロではない、はい、ケント深いのネタね僕らの後輩のほんまにありえる怖いで10ぐらいあるかもしれんな、うん、10% ぐらいある10% すいません神は書いたんで東京とか栄とかなんか途中までのやつ書いてるそうやな新幹線のだって終電なくした場合って、夜行バス、夜行バスだって経費で落とせると思うんでとりあえず自費で行ってもらっていいですかとかあるもんな、あるあるある後からやるんでみたいなうわもうこいつは貯めてますけど僕なんかもう給料日前に何ちゅうこと言うてくんねんって思いながら一旦だって自腹切らなあかんからな それだって出さなかった場合どうすんねんってことやそうですね東京までって言ったら結構かかりますよ、うん、そうなあで東京行ったら行ったでエッチなお店のこととかも考えてるからお金も残してお前お前何してた最初かあれなあ東京行って何してたんだお前変なとこ行っとったやろ行かれへんかってんや痛すぎて体が痛ってそんなよ便秘じゃなかったんや便秘でね大便秘、もう大丈夫でしたけどもね、はい、さあということで今日はですねヒッチハイクで東京まででしたが来週のお題もね、はい募集しておりますんでちょっと読んでいきましょうかね、はい、まずはラジオネーム琵琶湖さんからいただきました、うん仲のいい友達と行く卒業旅行おー、シーズンですね、うん、卒業シーズンですからね、シーシさんですねラジオネームシーシさんその読み方やめてありがとうございますモテモテ男子の第二ボタンの行方お、まあ、これも卒業にかけてね、はいマルリさん、うん大阪観光お、まあ、これも卒業旅行で行ったりするとかかな、はい、そして、兵庫県ラジオネーム梅とコーヒーさん、うん、真実というのをいただきましてこの4つぐらいかな梅とコーヒーとヘアとワイシャツと、はい、そこまで行ってないよでその人、うん、初めてじゃん初めてやねはいこの方にしましょうかじゃあ、うん、そうですねせっかく送ってくださいましたので、まあ、ちょっとシンプルめなタイトルですけども、はい、真実真実はいもうこれだけですから、はい、ほんまに、はい、マミじゃないいや名前真実と書いてマミちゃんマミちゃんのマミ真実やろ絶対はあいやそれはもう捉え方はあなたに任せてラジオドラマね作ってもらいますけど、うん、じゃあ来週は梅とコーヒーさんの、はいいただきましたお題真実真実マミお届けしたいと思います楽しみにしておいてくださいお願いしますまだまだラジオドラマにしてほしいお題募集しております、はい、メールアドレスは danna@kbs.kyoto danna@kbs.kyoto ですファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 までお願いします、はい、以上ラジオドラマナイトのコーナーでした今旦那の今夜も嫁がないと KBS 京都からお送りしていますエソラゴと罰ゲーム実験しがいがあります違うバレへんかな、ね、バレるバレるしないとパニックです、はいはい、このコーナーは新しい罰ゲームを考えて試してみようというコーナーです、うん、こんな罰ゲームできるんじゃないかなという絵空ごとのような思いつき罰ゲームを発表しまして、はい、リスナーさんからも募集してそれらを組み合わせたりして本当にできるんじゃないかという形の罰ゲームを考えそれを実験していこう、うん、そうですね、コーナーです、はい、3人のうちで誰が絵空ごとの罰ゲームを体験するのかワニワニパニックで決めます、うん、ワニに噛まれてしまった人が、体験してもらうんですけれども、うん本当に実験しようがないような思いつきの罰ゲームも出てくると思います、はい、そんな罰ゲームもできるだけ再現するという実験なんですね、はい、何でもいいので送ってください、はい
先週決めたエソラゴと罰ゲームは、はい、ラジオネームマニアさんからいただきましたゴムゴムの実を食べる、うん、と先週ご出演いただいた吉田達さんの要素である双子を掛け合わせた罰ゲーム、はい、どうすんのこれ。これ先にじゃあやる人決めます。そうか、そうやね。今週はまだ罰ゲームそれで決まってないから、はい、そうなんですよ、うん、じゃあ決めましょうか。ワニワニパニックでこれも、はい、ではい、ワニワニパニックの口が開きました。誰から。じゃあ休んでたんで、じゃあ野村から行きますか。なんでやねん。もうそうですね。行きましょう。では行きます。3、2、1。はい、セーフ。さあじゃあ私行きましょう。3、2、1。中地。うわー、コード。3、2、1。嘘やろ。早っ。気色はない。早いって、もう嫌やって。今週早かったですね。何すんの、どうすんの。今週の罰ゲーム、ゴムゴムの実を食べる&双子の掛け合わせ罰ゲームは河野さんに受けてもらいます。何、ゴムゴムの実なんか食べられへんやん。さあということなので、今回、うん、実際に体験する罰ゲームは、うん、ゴムパッチンを双子分やる、うん、は双子の分やります。ほう。罰ゲームを受ける人はここにある、うん、ゴムを加えて、あ、これね、はいはい、引っ張られます、うん、で双子分ということですから、はい、ゴムゴムということで、はい、2本加えてもらうというとてもシンプルな罰ゲームになりました。2本加えて同時に話すということはパーンっていうのを、はい、じゃあ河野さんそこに座っ て, てもらっていいですかね、はい、で加えるのこれ、はい、ゴムの端を加えてください。いやこれ結構長いな。ほんでゴムも長っ。私たちがこの加えたゴムの先を持って河野さんから離れると、はい、これでも長いよ。長すぎたらあれちゃん、あんまりパーンってならへんのじゃん。どうなんやろ。あー確かに、うん、河野さんの元に届くまでに押さってていいんやね。俺は威力が半減しちゃうってことですか。大丈夫。さあここでいいの。スイカ太郎の匂いですゴムのね。匂い独特ですけど、ここで加えてください。結構長い。これ 1.5 メートルぐらいあるのかな。結構あるよ。これどけた方がいいか。マイク怖いな、はい、ね、ここでいい。はい、さあ、ね、じゃあ怖い怖いわこれ。いきますよ。ちょっと待って、離れていきますよ。え、加えてください よ, るよ。この鼻さんの時からね、河野さんが。え、このぐらい ?3m? ちょっと待って、これ全部歯抜けるわ。ちょっと待って、ちょっとこれ2本分かな。抜けんねん。すっごい蓋あんねん。これ抜けんねん。罰ゲームですから。ちょっと待って、すごい。え、じゃあこれ抜けんねん。なくなんで俺歯抜けんねん。抜けんねんじゃなくて実験ですか。あったやん、なんかそういう消しゴム。あった、噛みつきばあちゃんみたいになるで、ね、ポンって取れるわほんまに。ちょっと待って、噛みつきばあちゃん。ちょっと待ってよ、噛むから。結構強力な。結構すごいね、2つ分。うん、オッケーですか、うん、よし、うんうん、いきますよ、うんうん、3、長谷さんもうちょっと下がった方がいいですよ、うん、3、2、1。うわー、いった。いった。ちょっと待って、事故事故事故。痛い痛い痛い。事故事故事故。なんでなんでなんで。いった。さっき話しやがったから俺のが言ってない。じゃあもう、あ、もう一回や、これ。ちゃうねちゃうねて。おい、中井氏の飛んできて、その衝撃で、あかあかあか、口が開いて、口開くよそら。野村さんまだ話しなかったから。あかあか、野村さんゴムパッチンしちゃった。中井さんもう一回。これ無理やん、そんな。じゃあそれは今の中井氏の衝撃で俺は口開けてんよ。ほんなん飛んでいったってこと、野村の方に、うん、はい、野村さんの方。じゃあ同時にいかんと無理やで、これめっちゃ痛いぞ。3、2、1。ちょっと待ってくれ。もう一個。3、2、1。ポンっていく。いきました、はい。もう一回いきます。 それは打ち合わせしといてくれよ。すいません、もう一回いきましょう。はい、いきますよ、うん、え、3、2、1。ポンでちょっと待って、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 あ、事故や、事故。ちょっと待って、痛い。めっちゃ痛い。ちょ今は野村が話したから。危ないんだそれ。飛んできて俺衝撃で口開けて中に行ってんねん。いやいや、私に当たったじゃないですか。むずいな。めっちゃ痛い。もう一回やってください。ちょっとね、これラジオで伝わってんのか、今どうなってんのかなあ。これ舞台やったらね、ベタやから。野村が外して飛んできた衝撃。お前これ加えてろ、ジャンギ。どっちかわからなくなったもう。汚いの。ちょっと待って、こんなん無理やん。ですよ。じゃあ一緒リハすんのなし。一緒に話せる。リハすんのなしですよ。
ちょっとなんか湿ってる気すんねんなこれ。じゃあもうどっちかんだか分からんもん。中谷さん帰るもんですか。いや嫌です嫌です。いやもう一回行くね。さあね。オッケー。いやー。はい。噛んでください。行きますよ。行きます。三二一ポン。あ、痛っ。痛っ。むちゃくちゃ痛いわこれ。でも綺麗かった。何やねん綺麗って。唇パンパンなるぞ。船出の時のあのテープ投げるやつみたいでしたね。そんなもんちゃうやろ。トラさんとかですね。ね、やるけど。別れの時のね。三発受けてるからね。なあ。お互いのやつ一発ずつ。痛っ。受けてますからね。というわけで、はい、ゴムゴムの実を食べると、うん、吉田さん双子の要素を掛け合わされた、はい、ゴムパッチンを双子分やると。痛っ。痛いわ。痛まだほんまにこの罰ゲーム唇がすごい痛い。成功って感じですね。いやこれちょうどいいことだよな、うん、これぐらいかな。罰ゲームとしては成功という感じです。 ありがとうございます。じゃあ、うん、来週の罰ゲーム決めましょうか、うん、次回のやつね。はい、じゃあリスナーさんからいただいたやつ紹介していきましょうか、はい、まずは宇治市ラジオネームすずめさんからいただきました。はい、ご飯にヤクルトをかけて食べてください。わーかん俺女さんの嫌いね。やめましょう、ね、京都府ラジオネームももくり3年だ Z さんからは、コーラのペットボトルにフリスクを入れてバーって溢れてくるんで溢れるコーラを一気飲み、うん、無理です。スタジオで難しいやろな。まあね、続いてはですね、大阪府ラジオネームドドメーンドドヒコさんからいただきました。ファックスでいただきました、はい、ありがとうございます。罰ゲーム、オオスズメバチの巣をガッサガッサ揺らす。怖。エサラごとやから。エサラごと。うん、みたいな、をいただいております。うん、まあこれプラス我々の出したやつもね、はいはい、掛け合わせましょう。それぞれの案も出しましょうか。僕はですね、はい、3月19日に祇園花月で単独ライブあるんですけども、うん、まだチケットが残ってるんで、はい、単独ライブの告知を京都中にしに行くっていうのをします。はい。だから負けた人は京都中にリアル、はい、単独ライブが埋まるようにうまいこと宣伝してますね。はい、4ヶ月でありますんでね、3月19日の土曜日にありますんで、はい、来週の放送ですから、うん、そう、それの1日前やからね、はい、ちょうど1日前になると。そう、その時まで余ってるという予想なんですね。余ってれば、余ってれば、ね、余ってれば1枚でも余ってれば告知してきてもらおうかなと。はい、これにします。私の絵空ごと罰ゲームは、うん、アラフォーになるなる40代、はい、40前ぐらいに、はい、どういうことやの。悪いことではないんですけど、まあ、一般的に年を取るっていうのは、ほうほう、まあ、嫌だなって言われてるから、ちょっと罰ゲームに寄せてみました。なるほどね。無茶なことという意味で。どういうことになんねやろな。なるほどね、うん、じゃあ野村くん、アラフィフとやる。何やねん。どうしたんですか。やるって何やねん。鍋を何あ、鍋を、鍋を。だってその世代がさ、うん、俺ら違うやんか、50代の方と、うん、いきなり初対面で鍋つつくって、うん、会話も難しいやろし、うんうんうん、これ結構罰ゲームちゃう。何楽しいと。アラフィフの人呼ぶってこと、ここに、うん、呼んで、うん、全く知らない人、うん、で鍋つつくってこと、うん、大変やそれは確かに。まあ、まあ、アルスの山本さんがいやいや来て、来てくれるか鍋食うだけのためにどうするもんなら、はい、ヤクルトご飯する？うわー、やめてー。ほんまに嫌、ほんまに嫌。でもそれぐらいの反応のやつの方がええんちゃう、やっぱり。食べ物ってやっぱりほら。そういうのね、よくヤクルトご飯を、あの、火にかけてもらうか、その村の鍋足して、あったかヤクルトご飯にする？いじじじじじじじ、そういうのやめます。お、アラフィフの人に食べてもらおう。俺ら関係ないや。結局食べんのその人やろ。いや、オオスズメバチの巣ガサガサ揺らすが。これもする？不可能そうでいいんじゃないですか。どうなんのこれ。エソラごとっぽくって伊藤 D に、はい、これにしようか。ヤクルトはなんかありそうだ、うん、まあまあそうか、できるもんな、予想つくもんな、はい、じゃあ初登場ですし、ドドメーンドドヒコさんのオオスズメバチの巣をガッサガッサ揺らすを来週の罰ゲームしましょう。はい、はい、どうなるかは、まあ、できるだけ再現しますが、はい、どうなるか分かりません、はい、で罰ゲーム受ける人もこれはもう今週決めるんやね。今週もう決めます。行こう。じゃあ、はい、もう一度ワニワニパニックで。また今日ワニワニパニック、今日2回するんですね。でははい、ありがとうございます。ワニの口の開く音、負けた河野さんから。じゃあ行きましょう。僕行きます。2 1おっしゃ、セーフ。野村、はい、はい、3 2 1、セーフ。中地、3 2 1、うわー、セーフ。河野、3 2 1、
セーフ。野村。3、2、1。セーフ。中地。3、2、1。中地がスズメバチの巣を揺らします。いやだこれもうしゃーないですもん。これはしょうがない。これはもうな、後編にやってるから。ワニワニパニックはワコインターの渚さんは私に代わってやってくれたのに、うん、知らんがなあかん。じゃあ何ですか。休んでた時にそれはもう無理やわ。それは知らんこと。野村がこう言ってるから。それは知らんこと。それは無理やわ。2人が知らんことですか、うん、俺らは対等にやってるから。うん、うん、分かりましただから来週どうなるか分かりませんが、オオスズメバチの巣をガッサガッサ揺らすという中谷さん、ちなみに虫はどうなんですか。いやダメですね。うわ無理なんですって。セミからダメですね。えアリぐらいは。そんな本物の虫出てくんの。いや可能性はあるやんか。まあまあ可能性としてはな。たまたまねあったらね。8に刺される、刺される覚悟でいいやもんな。それ巣を揺らすっていうのは。いやだ、来週私休もうかな。おいどんだけ休むねんみんなそんなこれ簡単に休んでええことないからね。よし、じゃあ仕事や俺もいやそう、ね、仕事があったらあれやけど休んだダメよ。来週頑張ります、はい、以上エサラゴト罰ゲーム実験しないとパニックのコーナーでした。プリマダンナの今夜も突がないと KBS 京都からお送りしています。エロく聞こえてしまうフレーズ縛りしりとり。はい、これは野村くんはねまだ経験してないコーナーですけども、はい、うん、野村が休んでる間にやってたコーナーです、うん、はい、それを持ってきまして、はい、説明しましょうかね。はい、じゃあ中井さん説明してもらっていいですか。はい、はい、このコーナーはエロくないはずなのに、はい、エロく聞こえてしまうフレーズだけでしりとりをしていこう、うん、というコーナーで、うん、まあ、例えば穴があったら入りたい、うん、バットの手入れ、うん、など、うん、エロくない、まあね、文章的にはエロくないけど、考えによっちゃなんかエロく聞こえると、はい、はい、というものだけでしりとりをしていきます、はい、で、しりとりをしている間今流れている BGM がずっと流れてるんですけれども、うん、もしただのエロいフレーズだ、はい、アウトだと判断された場合は、はい、この曲が流れます。メールディダモ本物のエマニュエル夫人の、はい、行き過ぎな場合ね、これは、はい、ですね、うん、はい、アウトな場合、行き過ぎもしくは全然エロくない場合、エロくない場合もアウトですから、うん、この本物のエマニュエル夫人が流れてしまうと負け、はい、ということになります、うん、はい、もちろんうんもついてもダメですね、はい、ジュリエッタのイジリさんはあの思いっきりうんついた、何回もうんついてありましたね僕聞きましたけどアホやな、なんとかじゃんってずっと言ってたから、はい、そうなんですよ、うっかりにも程があるという感じでしたけれどもこれももちろんダメです、はい、では、実際にやってみましょうか、うん、やりましょうか。誰からいきます。じゃあ野村さんから行こうか、行きますか、ね、せっかくですから、うん、はい、じゃあ文字適当にじゃあ決めていいかな、うん、はい、じゃあたたからいきましょう。野村君。田んぼ。ん、アウトじゃない。悩んでる。田んぼ、まだめっちゃ悩んでますけど、これ別にエロくないです。判定は出るか。あ、ダメ。あ、これ多分ちょっとダメ。なんで？なんで？ちょっとエロさもゼロだったってことね。という感じですよ。エロすぎる方じゃなくて。みんなの弱いわ。え？弱いですか？発想が。これをエロく想像しなければいけなかったってことですか？生い茂ってんねんで。ああじゃないですよ。伊藤でああ言ってるけど。あかんの。もうちょっと分かりやすいフレーズが深すぎるんちゃう。あ、じゃあオッケーオッケー、じゃあオッケー、ターでもう一回、ね、もう一回野村さんチャレンジです。どうぞお願いします。いける、いきましょう。たまるまきたまるまき、たまるまきさんはたまるまきセクシーこの、まあ、美人ですけど、きです。き、河野さん。き、教授と教室でセーフ。文ありよ。いや文あり、文ありよ全然。で長くても、うん、でで
で、まあ、でから始まることもね、あるある、もう全然ある。あります。でって難しいな。いや、思いついたらでいいから、その制限時間そんなないからね、全然。でちょっと待ってくださいね、もうちょっと待ってください。いいよ全然。でこれもう今みんなワクワクしてるから、中高生男子諸君が、はい、デートの最後おいせーはい、いきます。5早い。5ゴンブトやおうどんやん、おうどんやん、アウト。おうどんの名前やん、ゴンブトはおうどんの名前言うただけやん、アウト。生麺の、いやもうちょっとなんかアウト、生麺のゴンブト。生とかもやめてほしいね。生最強説選手出たから何に生つけてもエロくなるんじゃないかっていうな、うん、はい、ダメでした。納得いかんな。アウトです。こういうコーナーです。わかりました。これ、ま、続くんですかね。また続きそうですね。これ野村さんが帰ってきて、幸之助ちゃん来なくなりましたね今日。一番いいですよね。うん、何が一番いい。差し替え、コーナー差し替え、こっちに、うん、とりあえずな、とりあえずだから幸之助ちゃん帰ってきてっていうお声をたくさんいただいたら、メール100通いったら帰ってこよう。ないないないです。トータルやで、トータルだから今から、うん、あの送ってもらって、はい、100通来たら幸之助ちゃんを求める声が、そう、うん、で同じ人が何枚送っても OK、はい、OK なんですか。それも OK。 そこ緩いな。そう、ステッカーの数の管理厳しいのに、OK、そこめっちゃ緩いですね。100通どんな形であれ100通たまったら幸之助ちゃん帰ってくると、うん、一応そうしとこう。わかりました、はい、それまではこのコーナーをお届けしますので、うん、やりますんで。以上、エロく聞こえてしまうフレーズ縛りしりとりのコーナーでした。プリマダンナの今夜も突がないと、 KBS 京都からお送りしています。スパオ、ちょ、もうエロい言葉関係ないからエロい言葉でもないから。スパオのコーナーじゃないですからね。オーナイトギナイトギナイトです。はい、大喜利コーナーです。リスナーさんから大喜利に対する回答を募集し、その回答の中から河野さんと私が一番いいと思う回答を勝負カードとして選びます、うん、そしてそれを、プロの芸人野村さんの回答と対決させるというコーナーです、はい、まあ、セミプロみたいな、はい、セミプロ違うよプロでしょ。8年目でしょあなた、はい、プロですよ。野村さんに勝つことができればステッカープレゼントしています、はい、今日のお題は、友達の家のカレンダーに書いてあった、うん、まさかな予定とは、うん、ということで。そうですね、はい、なんかいろんな種類の答えがありましたね。幅広い感じでございました。はい、では勝負カードの前にこんなんありましたよっていうのを紹介していきましょうかね。はい、ではですね、まずは初めてかなこの方ね、うん、東京都ラジオネームおびきゅうさんからいただきました。ご紹介初めてです ね、はい、友達の家のカレンダーに書いてあったまさかな予定とは、パパが出所する日ちょっと悲しいですけどねそうやったみたいな。これちょっと悲しいですけども、まさかパパって書いて、そう、子供が書いてるところにちょっと悲しさがありますね、うん、そうか、子供の字でね、そう、パパが出所する日という、ちょっと重たい答えでしたけども、ね、ドキッとしますね。ちょっと初登場なので選ばせていただきました、はい、では続いてですね、東大阪市ラジオネーム省エネ怪人さんからいただきました。友達の家のカレンダーに書いてあったまさかな予定とは、一人でコンパごっこをする。これもなんか悲しいんですよね。予定に入れてるんですね。うん、まあ家でこの日はが、うん、だからあれかな、コンパの予定がキャンセル入ったんかな。あ、けどどうしてもコンパしたいという気持ちがあったから、もう一人でするって決めたんかもしれんね、はい、もしくはちょっとシミュレーションみたいな練習かもしれないですね。なるほど、3日後ぐらいに、3日ぐらいにコンパって書いてる、うん、その3日前に一人でコンパって書いてますね、はい、うん、面白い答えです。では続いて大阪市ラジオネームエリンギさんからいただきました、はい、友達の家のカレンダーに書いてあったまさかな予定とは、獣編に守るという狩りという字が3日続きで書いてある、うん、あ、何かを狩りに行くんでしょうね。3日連続狩りの日があるんですね、うん、
何を買いに行くか分からんけど、漁師さんなんですね。カリカリカリというね、終了するんかな、はい、字を書いてある3日間に何かを借りに行くという予定、はい、まさかの予定です。まさかですね、では続きまして、はい、こちらはですね、京都府ラジオネーム次男さんからいただきました。友達の家のカレンダーに書いてあったまさかの予定とは、一泊五日ネッシー釣り。一泊5日、はい、もうここも謎なんですけど5日間で1回しか寝ない、うん、そしてネッシーを釣りに行く、はい、ネッシー釣るん、最近カルカルカルって3日間続けて何を借りに行くか分からなかったけど、こっちは5日間かけてネッシー釣りに行くというねネッシー狙ってるんですね、幻のね、ネッシーを釣りに5日間かけて行くという予定が、はい、まさかですね、友達の家のカレンダーに書いてあったという、はい、さあ候補はこの辺でしょうかね、はい、面白い答えいろんな様々あったんですけども、はい、それぞれの人は勝負カードを紹介しましょう、はい、まず僕からいきましょうかね、うん、僕が選んだのは兵庫県ラジオネーム車で3年さんの答えです、はい、友達の家にカレンダー、友達の家のカレンダーに書いてあったまさかな予定とは、人と用の靴選ぶですね、ずっと裸足でね歌ってはるイメージありますけども、はい、靴選ぼうと、もうそろ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 選んだろうと、多分約束したんでしょうね、人と用とこのいついつ空いてるっつって靴選びに行きたいんやけど、大事な日やった、うん、来週の日曜やったら空いてるよ、じゃあその日ということで人と用の靴選ぶというのがカレンダーに書いてあった、うん、まさかの予定です ね、 ね、でこれ以降は靴履くことになるんでしょうね、人と用さんは歌う時も注目していきたいところですね、面白い答えです。では中島選んだのは、はい、こちらラジオネーム異次元の豚バラさんからいただきました。一瞬、はい、ちょっとかっこいいなって思う予定です。かっこいいな、はい、では行きましょう。友達の家のカレンダーに書いてあったまさかな予定とは、オランダに渡米ややこしいなアホやな、でもそうなんです、間違ってるもんね、行くな、米じゃないからね、はい、オランダは、オランダはランランですから、ね、トランにって言う、あんま言わないですけど、そうやね、オランダに渡米、オランダに渡米、結構ねシャシャシャって書いてると思うんですよ、ね、確かにかっこよくメモしてると思うんですよお面白い、はい、ややこしいけどなアメリカ経由みたいなんでもないしな、多分なオランダに渡米、はい、ちょっとかっこよく言いたすぎて、うん、過去つけすぎて、いい答えです、ね、ちょっとアホみたいなね、いい答えですよね。さあ沈黙を破り動き出すか野村さん、野村さんどうですか、野村さん、おいおいおい、聞いてました、はい聞いてますよ、聞こえてます、はい、今ね大阪雪降ってます、はい、中継違うからちょっと時差あるみたいになってる、中継違う、目の前におるから、うん、どうでしたか今のみんなの答え、うん、まあいいんじゃないですか、おお余裕やな、結構余裕です、ね、でも3週ブランクあるからね、言うても、うんうん、そうやね、だからまあ、うん、負けてもしゃあないよね、あかん、それはあかんよ、そんな弱気な発言やめて、いいですかじゃあ、はい、行きましょう、今週の野村の答えです。友達の家のカレンダーに書いてあったまさかな予定とは、お前と遊ぶ、怖い、ちょっと怖い、お前というのは、ね、そのもう見てる人みんなもう分かってての怖っ、もう組まれてる、お前だみたいな感じ、組まれてる、もうだから全部予想されてるってことね、見透かされて、しれっとお茶持ってきて、なんか聞きづらいし、これお前って、なんかお前怖い、怖い、カレンダー見ること分かってるってこと、ざわざわする、なんか全ての予定が立てれる人なんか、なんなん、見透かされてるんかな、めっちゃ怖いよ、めっちゃ怖い、おもろい大喜利じゃないんですかちょっとゾッとする、ちょっと考えさせられる感じですが、まあ判定は伊藤 D にねお任せしますんで、人と用の靴を選ぶか、オランダに飛べか、お前と遊ぶ、いいんじゃないですか、感触出ますかね、判定、さあどうでしょうか、僕の答え、河野の答えです、はい、ということで人と世の靴選ぶが優勝、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、車で3年さんの答えです、はい、車で3年さんにはステッカー差し上げます、うん負けましたけども、負けてないですか、負けましたよ、負けましたよ、あれちゃんとした判定でね、うん、いやだからほんなもうそれやんねやったらどっかでイベントやろ、もうその大喜利のはがき職人と俺でやろう、オーナイトギナイトリナイト、はい、イン漫才劇場とか、うん、公開公開で公開収録、うん、公開生放送ぶっ倒してるから、ね、
これが今日負けてるんですけど、めちゃくちゃダサいこと言ってます。これが客前でとか関係ないから、はい、お金をいただいている大喜利。いやこれもお金いただいてますから、この時間もね、今お給料発生してます、見せつけてある、リスナーさん聞いてます、なんで堂々としてるのか、ね、お客さんいる、一緒やからこれも、フラットじゃないよね、フラットやね、ね、だいぶフラットな作りやね、これですよね、うん、はい、さあということで、はい、来週のお題を発表しておきましょう、うん、来週のお題は言葉の前に大人のをつけているのに、うん、全然エロく聞こえない言葉を教えてください、うん、大人の〇〇みたいな感じの、うん、なんかエロの 割合が増えてきたちょっと1個前のコーナーもエロっぽく聞こえる言葉やけど、はい、まあ、これエロく聞こえない、ね、聞こえない方ね、はい、大人のってつけたら何となくエロく聞こえてしまうけども、逆で全くエロくないような言葉をつけてくださいってことね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お待ちしています。以上、オーナイトギナイトリナイトのコーナーでした。マイクロ、マイクロ、マイクロ、未来の奥さんにこれ言ってもらわないと、私なんて言ってもらわないと、言ってもらわないと、その後に何か言ってたよ、言ってない、未来の奥さんにこれ言ってもらわないと、さっきとちょっとちゃうねん、ねえ、未来の奥さんにこれ言ってもらわないと。このコーナーは桜ホテルモザイク、桜ホテルレジェンドの提供でお送りします。何か言えや、はい、このコーナーはちょっと待って待って、行くな、ちょっと待って、僕が毎回解決して妄想のシチュエーションを考え、その妄想に僕が入り込みます、つけ込みます、カブラを、カブラとか何枚も重ねて、昆布とお出汁とお塩と発酵してきて酸味が出てきます、千枚漬けです。それをもう僕が拳いっぱいにもう突っ込んで OK を台無しにしますそんなコーナーです。赤いよ、何のコーナーですか、千枚漬けを台無しするコーナーちゃうねん、はい、なんか言ってたやんけ、うん、絶対に、さあ未来の奥さんにこれ言ってもらわないと、後で登録聞こう絶対言ってた、はい、はい、じゃあ、うん、ちゃんと説明できてましたっけ、さっきできてません、妄想のシチュエーションを野村が考えまして、未来の奥さんに言ってほしい一言を中地が言うというコーナーね、はい、その通りです、うん、はい、では今週の妄想はどんなんですか、んお前じゃあどんなシチュエーションですかって、うん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 ちょっとどうにかしてくださいよ。電源切ったんか。まだオンエアあと30分。どう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 、シャキッとしてる。じゃあシチュエーションどんなんか教えてっつってんねん。何やねんそれ。おい、ふざけてますね。気の抜けた。うん、やめろ。東京ね、まあ長旅やったんで、お芝居でね、帰ってきて、玄関開けて、もう出迎えてくれてぐらいの感じで。うん。言ってほしいなっていう、野村が大阪に帰ってきて玄関開けた時の奥さんのセリフ、うん、そうやろ、うん、そう、聞こえるか聞こえへんのこうやめてな、うん、やりましょうか、聞こえてんのかこれは、うん、行きましょう、じゃあ今のうんうんはほんな聞こえてるやんやんか行きましょう、はい、レッスン1、やめろあ、そういえばやめろ、後編思ったよ、久々にやってる、後編思ったよ、後編思ったよとかええねんなあ、やめて、レッスン1行くで、はい、行きましょう、あー疲れた、ただいま、おかえり、普通やないか違う普通、違う、でも結構イントネーションとかもなんか指導されたんですけど、おかえりじゃないね、何よ、おかえり、おかえりがええの、おかえり、なおかえりやったかん、で全然違う、ななんどういうことな、感情の表れがあるの、うん、違う、何、関西の温かさ、ああそういうこと、東京からずっと疲れて東京弁じゃなくてってこと、うん、あれ東京弁じゃなくて大阪の感じがいいってことだろ、うん、なあ、うん、やめろって、ちゃんと意思疎通取れなくなってる、うん、お前何があってん、ふにゃふにゃなるねん、お前東京で何があったんやなあ、うん、なあ、うん
ちょっと今日このコーナーダメダメですよ。なんでダメダメですよ。いや、よくないですか、おかえりっていうの。いや、おかえりはね、まあいいんですけど、おかえり、うん、言うやん。でもな、ソサエティの、ソサエティやん、ソサエティ、ソサエティって言われたらはってなる。ただいま疲れて、ただいまでソサエティって言われたらはってなるけど、じゃあそのイントネーションだけの話、おかえりよ。そうで、ソサエティやん、ソサエティって言ってほしいわけないやん。おかえり、じゃあそそはそのいらんからさ、発音の言い方は。さあ、そろそろお時間です。桜ホテルモザイクは白川通り宝外系バス停西側にあります。桜ホテルレジェンドは西王子今出川上がる一筋目東いる南側にあります、うん、詳しくは桜ホテルレジェンド、はい、桜ホテルモザイクのホームページをご覧ください、はい、以上、未来の奥さんにこれ言ってもらわないとのコーナーでした。パエリアのやめても、発音プリマ旦那の今夜も嫁がないと。 KBS 京都からお送りしています。ワンステップビューティー、お久しぶりお久しぶりって言わなくていいよ。って言ってくれましたね綺麗になりたい女の子、おしゃれになりたい男の子を応援するこのコーナーでは、はい、ヘアスタジオアルスの方にお越しいただき、うん、毎回髪の毛やスタイルのあれこれをじっくりお伺いしていきます、うん、今日はアルスの山本さんと、先週もご出演いただきました、うん、カットモデルのたぬき鍋さんにお越しいただきました。来ました、いつもね、よろしくお願いします。舞台も見に来てくれるし、そう、ラジオもね、よく、はい、たくさんメール送ってくださっていて、初めて、で、僕は先週参加できてないんですけど、はい、まあ、ビフォーは知ってたんで、元々の顔知ってるからね、そう、めちゃめちゃ変わりましたね。いや、いいですよ、これめっちゃいい感じ、すごいわ、ほんまね、うん、どうですか、たぬき鍋さん、本人から見てして、はい、うん、もう自分じゃないような感じですね、うん、もうなんか別人って感じ、雰囲気が違うですね、はい、パッと見た瞬間どういう印象でした。あ、これが私みたいな変わったかと、すごい変わってて、うん、今までがこんなにサロンに、いろんなサロンに行っても、うん、こんなに変わることはなかったっていうことですか、うん、はい、そうですね、もともとね、結構シンプルな、まあね、はい、そうやね、感じされてて、うん、そうですよね。でもこれね、どんだけ切ってるわけでもないし、はははは、はい、長さなんてほんまにほとんど切ってない ね、 そうですね、ちょっとこうフォルムを整えるっていうか、うんうんうん、あのビフォアがなんていうかな、こうペタってした普通の、はい、ボブがちょっと伸びたみたいな、で前髪がちょっと中等に伸びてきて目にかかるかなっていうような、はい、程度にあったような感じなんやけども、先生言ってたのがね、こう可愛い雰囲気は残しながら大人っぽい、はい、うん、あのちょっと色っぽい女の人、うん、でも可愛いよっていうような感じ、はい、これフォルムがそうさせるんですかね。そうそう、前髪の流れとか、そうですね、長く見えますもんね、前髪と印象っていうのを、やっぱり人ってフォルムでまず形でまずね、はい、どういう風なっていうのをこう感じるけども、うんうん、フォルム自体はこうちょっと丸いようなフォルム、うん、全体の、はい、で丸ってどうしても可愛いっていう印象を必ず受けるんで、うん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 、でその中に、前髪を作ると可愛い可愛いになってしまうんやけれども、はい、前髪を、なんていうかな、長い前髪見えるじゃないですか、はい、すごいこう顎ぐらいまであるかなっていうような感じに、うん、でサイドの方の髪を持ってきて、前髪をまあ、ちょっと隠すような感じで、うん、でおでこをちょっと立ち上げながら下ろすような感じ、はあはあ、根元はグッとボリュームがある、そうそう、立ち上がっておでこがちょっと見えながら、はい、あと目にちょっとかかるかなっていうような感じで下りてくるところに、柔らかいウェーブをちょっとふにゅっとこうつけてあげると、はあはあはい、立ち上がる部分で大人っぽさっていうのをやっぱ感じさすのね、うん、でその毛先っていうか、途中から大きなウェーブでこううねってこう、うん、ウェーブが出てくるじゃないですか、はい、そのウェーブで柔らかさ、優しさとか女らしさっていうような雰囲気が見えるのと、うん、であと色がね、はい、派手でもないじゃないですか、はい、そうですね、でも全体にほとんど真っ黒ですね、この間、うん、はい、もともとはね、そうで、それに12レベルってちょっと明るい目の色なんやけど、はい、それを全体の 30% ぐらいの髪の毛を細くとって、うん、でそのベージュ系の色でそれぐらいの色を混ぜてます。ほうほうほう、で混ぜて、かつ毛先は
14レベルぐらいの色を全体に染めてるんで、はい、あの激しくないグラデーション、2レベル違いが出てくるんですけれども、そう2レベル違いが出るんやけれども、毛先は全体を14レベルで染めてるけれども、はい、中間は黒と12レベルをあの 30% ぐらい12レベルを入れてるから、実際は、どうかな9レベルとか8レベルとかぐらいまでしか見えへんのね、うん、見え方としたら、そこから14レベルっていうのがあんまりなんていうかな、こう極端にならないように、はい、あの言われるのは分からへんっていう、そうですね、全然違和感がなくて、うん、言われるまでそういう風なカラーリングをしてるっていうのが分からなかったというか、うん、だからあの結構凝ったやり方はしてるけど、ですよね、はい、うん、でもそれをやることで、あのもちろんそのベージュ系の色なんかも若干こうくすむっていうか、あのちょっとパールが効くようなね、はい、ベージュの色を入れてるんで、すごいその柔らかい、うん、こうもやけた感じっていうのかな、あのほわんってした感じ、そうですね、透け感が出てるっていうか、うん、うん、いい色にしてることで、今日のお洋服なんかもね、はい、あの白と水色、上が水色でね、はい、結構パステルな感じだね、なんか春っぽくていいですね、はい、すごいこう春っぽい感じに見えて、うん、で顔色なんかもすごいよく見えるじゃないですか、うん、そうですね、お洋服のミントグリーンとその髪の色とで顔自体のこう血色がいいというか白く見えるというか、うん、しかもメガネも一瞬黒縁に見えんやけれども、実はメガネにサイドの部分がミントグリーンってしてる、あ、ちょっと見せてください、横ちょっと色入れて、あ、ほんまや、あ、ほんまや、いや、あ、綺麗ね、ちょっとすごいトータルコーディネート、そうそうそう、ね、お洋服ともすごい合うし、はい、うん、で大人っぽさの中にこう可愛さ、はい、うん、フェミニンさがあるの印象を与えるようなね、うん、感じ、綺麗め女子、はい、すごい、うん、でも春先にかけてこれからのシーズンになんかこうぴったりっていうイメージですよね、うん、そうやって女子が欲しがる感じ、いや本当にそうですね、全部入れ込んだっていうか、今日はこうカジュアルなお洋服でセーターにスカートですけど、この髪型でドレスアップして結婚式とかでも全然ありなんですよ、ね、フォーマルな場所でも、はい、大人っぽく仕上がるっていうか、河野もこんなんしたいのにまた違うやろ、いや女の子が喜ぶ要素入れてる言ってて、ね、いや俺はまた違うでしょ、こんなんやってんのに山本さんも言うかい違うでしょ、また僕は多分似合わないでしょこういう髪型は、でも女性らしい感じやから、今たぬきなめさんと喋りたいねいやお前まだ言ってんの、お前が言ってきたら何よ、まあ、変わりはってね、なんかせっかく変わったらちょっとだがね、これから、うん、まあ、あのお出かけのシーズンとかするし、まあ、なんか何しようとか、うん、なんか今あります、うん、そうですね、友達とちょっとおしゃれなカフェでランチとか、うん、ああいいやだと思う、ねね、今やったらほらね、ホテルのイチゴフェアみたいなのやってますよね、やってるやってる、うん、やってるからそんなんとかめっちゃ似合う、イチゴ似合う、ね、うんうん、劇場にも来てくださいよ、もちろんですガッツポーズ で、 もちろんですこの髪型でね、ぜひいつもありがとうございます、うん、今日はお会いできてよかったです ね、 ね、 ね、いつもメールでこの番組ではやり取りしてますけれども、 そ、 そして返信をしていただきました、うん、たぬきなべさんなんですけれども、あの返信した様子というのはまたホームページにお写真をこの後アップしますので、うん、はい、女子は必見です、ぜひ見てください、はい、こうなりたいという方はぜひ見てみてください、うん、カットモデルの方はまだまだ募集していますから、ぜひ私も返信してみたい、僕も返信してみたいという方はぜひこちらもご応募よろしくお願いします、はい、カット、パーマ、カラー、トリートメントなどについてのご質問も受け付けておりますから、こちらも送ってきてくださいね、すいません、ヘアスタジオアルスはお池店、はい、北山店と2店舗あります、はい、詳しくはネットからヘアスタジオアルスと入力して検索してください、うん、今日はアルスの山本さんとカットモデルのたぬきなべさんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。プリマダンナの今夜も突がないと、 KBS 京都からお送りしています、キャッチーアドリーム、するかない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 、もうお別れの時間ですから、今日やりましたからそれも、はい、ステッカー当選者の発表です、はい、まずは滋賀県のラジオネームはたぼうさん、兵庫県ラジオネーム梅とコーヒーさん、そして京都府ラジオネーム安兵衛さん、以上3名の方にステッカープレゼントします、おめでとうございます。さあ、メッセージもいただいております、はい、ですね、滋賀県ラジオネームを今紹介しました、はたぼうさんですね、はい、野村さん、河野さん、中地さん、こんばんは、こんばんは、野村さん、お体大丈夫ですか、はい
心配してくれてんねん。元気な感じで。一部のオープニングでいろいろ喋ったからでしょ。大丈夫だじょ。大丈夫だじょ。大丈夫だじょ。大丈夫ちゃうやろ。小沢兄さんが揃っての放送はやっぱりすごくいいですね。先ほど野村さんが牛丼屋に女の人一人で食べている話、うん、すごく肯定的で嬉しかったです、うん、私は全然気にしなく平気で食べに行っています、お腹が減ったら普通に行きますよね、うん、この前も一人で王将でお昼ご飯済ませました。まあ私は43のおばちゃんなんで、うん、てんてんてん、でもなんか嬉しく思いましたと。うん、うん、全然いいですよね。いいですよね。うん、だって牛丼も餃子も美味しいし。そうそうそう、絶対ね。私も平気なタイプです。京都はなんか餃子の王将がね、うん、なんかおしゃれな、あ、そうなん、女子も入れるよう な、ね、なあのカフェ風の店舗ができたとかっていうのありましたけど、行きやすくなるよね、そっちもな。ただまあそんなに気にしなくてもいいんじゃないかなって私たちは思いますよね。うん、だそれはまあ男側から見たら別にそう気にせんよな、うんうんうん、女の子自身が恥ずかしいと思ってたっていうだけですよね、多分ね。だから全然気にせず行ってください。メッセージ、あとですね、はい、ありがたいことに、はい、コウノスケちゃん復活メールがたくさん届いております。嘘、嘘、はい、今のところ何つやこれ、1、2、ちょ、あ、ちょっと待ってな、はい、ちょっと待って、ね、どうしたんですか、ハプニング、ちょっと待ってな、もう結構たくさん持ってますけど、ちょっと待って、帰るか、はい、たくさん持ってんねんけど、はい、ちょっと待って、これ何個あんねん、ちょっと待ってな、はい、帰るか、うん、まず京都府ラジオネームいちこさんね、はい、私、コウノスケちゃん大好きです、可愛いし面白いです、だから帰ってきてください。お、ありがとうございます。こんな声が上がるとは、はい、でですね、京都府ラジオネームハールンさん、コウノスケちゃんのコーナー復活求むというのが、うん、はい、2、4、6、はい、と2枚やね、だからね2通2人全部で11枚なんですけど、はい、2通、同じ方が10枚という人かぶってもいいって、まあ、はい、言いましたからね、さっきこれを吸ってるからね、この紙をこう資源、そうやな、そうやし、梅の工事行ってきなさい、などういう京都、どういう京都、これを何も言わずに渡す伊藤 D が悪いと思うわ。俺傷ついた、俺な、もうパッともらって、うわいっぱい届いてるって言うたやん、嬉しそうでしたもんね。でよう見てたら全部同じ人やったから、びっくりした。それはそのハールンさんの熱意、いや嬉しい、これほんまありがたい、一人何通でも送ってきていいですって言いましたから、はい、これだから計11です今のところ、はい、残り9、89、来たら復活します。やだね、嫌やな、いやいや、それだってリスナーさんが求めてることはしたいやんか、送ってこないでください。いや、私たちは困ってます。でもやっぱ聞いてきて、聞いてくれる人あってこそのラジオだから、はい、2人ですけどね今んとこ、今んとこな、いちこさんとハーロンさん、はい、熱意は伝わりましたけど、うん、人数にするとまあ2人いやけども、それはもうあるんならご要望にお答えしたい、それはそうです。あとのこの2人以外の100人はもうあの時間わーっ言うて電源1回落としてるわけやからいやそこまではしてないやろ。ぜひともまだ募集してますんでね、な、かわいいって言ってましたね、っていう意見もありますよ、ね、面白いしかわいいというね、意見も面白いし、周りの人に感謝しなダメですね。へえって、それもうこれがもう生の声やねんから、リスナーさんの自信ありますね。コウノスケちゃん、うん、どんな感じです、いつもなんか終わった後とかなんか言ってます。終わった後はもう、うん、もうなんか意気揚々と帰ってるよもうらしい、俺は知らんで、やったったって感じですかね、うん、あ、そうなん、今だから寂しがってた、あ、今日ないからなんか、うん、今日は休みやわ言って、へえ、かわいそうやな、だからうん待ってるよ、だからうんな、へえ、興味ないんかと思った、ないっすね、なさそう、なさそう、ほんまに今飲み屋のことだけ考えなんでや、おいこの後の飲み屋のこと考えんだよ、どこ寄ろかなだけすね、いや、あかんボブディランとこもう一回行こうかないや、それええよ、それは行ってくれてもええけども、これ待ってますんでね、まだ募集してます、お願いします。ありがとうございます。でももういよいよ来週の土曜日に、うん、単独ライブ、ね、単独ライブもありますしね、はい、そうなんですよ、それは別にまあね、いいですけども、いいんですか、いいことないですよ、4ヶ月来てほしいからね、だって90分漫才しっぱなしなんですよね、うん、はい、そうです、そうです、それって過去最長だったりするんですか、うん、
まあまあ、最長タイですね。そうですね、90分がマックスですね。100分やっちゃうと二丁拳銃さんのパクってるってバレるんで、うん、バレるってないの。そういう百式というライブでね、二丁拳銃さんは100分やってますけども、はい、あれは90分をちょっと1時間半、これまで NGK とかルミネ座吉本ね、東京のとかで90分あったんですけど、はいはい、まあ、久しぶりの、そうです、はい、ぜひとも4ヶ月3月19日土曜日来てください、はい、ぜひお願いします。そしてもう一つお知らせがありましてですね、はい、はい、私野村が、先日、うん、入籍しました。してないよじゃほんまにしてたらどうする、してたらどうする、して即答でしてないよ、してたらどうするって思うけど、してないでしょ、してへん、嘘つかないでください。まあしてへん、違いますから。すちゃんと重大なお知らせがありましてですね、はい、まあ、去年の10月から毎週金曜日ね、はい、今夜も突がないとやってましたけども、今年の4月からですね、はい、土曜日に移ることになりました。はい、そしてさらにですね、はい、いつもですね6時から9時ですね、はい、でいつも一部が7時までで、7時から7時半は別番組挟んでましたが、ネット番組でしたが、なんと土曜日になりまして6時から9時の3時間ぶっ続けの生放送になります。しんど、おいお前こらしんどいとか言うなよ。ダメですよ、休憩なしで3時間やることになりますからね。3時間ぐらい喋ってください。90分漫才するんでしょ。そうですよ、うん、ラジオで3時間いけるでしょ、ね、その倍ですけど、はいね、毎週だからこれ嬉しいことに土曜日になって、しかも時間も3時間になるということですから、はい、そうですね、4月からも引き続きプリマダンの今夜も嫁がないと聞いていただきたいと、はい、お仕事お休みの方とかもね、聞かれるかもしれませんから、聞きやすくなる、ね、方もね、聞きやすくなるかもしれませんね。4月14日は、僕の村の誕生日ですんで、はい、京都でねなかなか劇場に足を運べないリスナーの皆さんは、うん、KBS 京都まで、はい、配送、嘘誕生日プレゼント、はい、そんなんいいですよ、もうほんまに気使ってくれない、大丈夫ですから、ね、まあまあまあ別に何欲しいって言ってるわけじゃないじゃないですか、はい、やらしいこと言うなもん、はい、そろそろ別れの時間ですが、はいはい、欲しいものあるんですか。パソコン送ってくるか今日はここまでです。また来週です。 MacBook さよなら。 MacBook 送ってくんな。 MacBook